本当でしたらこの会場がいっぱいになるところなんですけれども、コロナ感染の第6波をおそらくは予測して、大学の方も無観客の配信という形でようやく許可をしてくださいました。おそらくは一般のシンポジウムが開かれるのはこの何年間では数えるほどであったと思います。今日は本当にまれな機会を与えていただいたことに感謝しつつ、そして皆さんに来ていただいたことに心から、歓迎をして、シンポジウムを始めたいと思います。それでは最初に一橋大学長である中野聡先生にお言葉を、ウェルカムのお言葉をいただきたいと思います。大学は本当に今文部科学省とそれから現場の自由な研究者との、間で非常にいろんな問題が起こる、そこをうまくすり抜けて日々大変な思いをしていらっしゃる先生です。今日は本当にここまで来てくださってありがとうございました。それではどうぞよろしくお願いいたします。ウェビナー国立ケイパビリティシンポジウム風そよぎ光あふれる人と街、外出に関する調査報告に、お集いの皆様、主催の一橋大学社会科学高等研究院ハイアス、一橋大学経済研究所規範経済学研究センターとともに、ここに皆様をお迎えする歓迎の言葉を一言だけ申し上げたいというふうに、思います。こんなことは私が申し上げることでもないんですけれども、言うまでもなく、今から90年余り前になりましょうか、それまではですね、江戸時代以来、八穂村の人々あるいは多摩の人々が築き上げてきたこの雑木林に忽然とこのキャンパスが生まれまして、それとともに国立の町の歴史も始まっていく、それ以来国立八穂も含めた国立という町と、それから一橋大学の歴史は切っても切り離せない関係にございます。世界最高水準グローバルな大学として知られる例えば UC バークレーもバークレーという町の歴史とは切り離せません。私もたびたび訪れたコーネル大学、これも伊坂というコミュニティとは決して切り離すことができない存在であります。そういう意味で一橋にとっては国立というのは切っても切り離せない存在でございます。で、国立大学、この4月から第4期中期目標中期計画期間という次の6年間のピリオドに入ります。その中でもですね、地域との競争、共に作る地域との競争というのはどの国立大学にも課せられた非常に大きなミッションの一つになっております。その中には例えば、地域と大学がもっとコモンズ的なものを作っていくとかいうことも含まれますし、地域と大学が課題を共有してその大学の持っている地とですね、地域、行政、市民が持っているものを組み合わせて新しいイノベーションを巻き起こしていくというか、そういうことが求められているということもございます。そうしたことに一橋大学も取り組んでいかなければいけないということで、第4期の一橋大学のスローガンとしては簡単な言葉で言うと開く、集う、つなぐっていうふうに言わせてもらってますけれども、開くということで一橋大学の教育研究資産をもっと社会に向けて開放していく、それから集うという言葉で一橋大学がもっと多様性のある存在になっていく、もともとダイバーシティちゃんとあると思いますけど、これをもっと高めていく、それからつなぐという言葉で社会連携を中心として大学と社会のつながりをもっと強化していくということを私たち目指して次に第4期に臨もうとしております。とはいえですね、その私たち の, 目的、今掲げていることから見ますと、いかにもコロナ禍は大きな障害になっております。このコロナ禍の中で、ご存知のように、この大学のキャンパスも長らく、大学関係者以外の方は入校規制をさせていただいております。それから、コロナ禍に伴いですね、さまざまな措置を取らしており、東京とも取り、国立市も取り、一橋も取る中で、このコミュニティの皆さん、国立市の皆さん、あるいは一橋学園の小平市も含みますけれども、そうした地域の皆さんの暮らしにもですね、さまざまな影響が出ている中で、
学生諸君に温かいご支援をいただき、また本学等が取っている感染拡大防止の取り組みにご理解ご協力をいただいていることに一橋大学長として深く感謝申し上げたいというふうに思っております。そういう中でなかなか自由にコロナ禍以前のようにですね、このキャンパスと大学が、キャンパスとコミュニティがこうシームレスに行き来できるようなそういう状況ではなくなっている中で、一橋大学をはじめこの一橋大学の研究に集っている皆さんとこの地域の皆さんが、こう課題を共有して、新しい研究アプローチを立ち上げようとしているということをお聞きしており大変にありがたいことだというふうに思っております。ケイパビリティアプローチというものについても私まだよく分かっておりませんがもっと知りたいと思いますし、福祉公共交通ですか、もうとても重要な問題だと思いますし、ある意味で課題先進国日本の中で、この多摩という地域自体もその様々な課題の先進地域だと思います。その解決に向けて取り組む行政の皆さんとか市民の皆さんとこの大学、教員それから大学院生さまざまな研究者が一体となってですね、パネル調査を展開したりそういったことを展開していただいていることに深く感謝申し上げるとともにその成果をお期待しておりまして、今日もできる限りはお話を伺いたいというふうに思っております。素晴らしいシンポジウムになることを願っております。本日は改めてこのセミナーに参加いただき、またウェブを通じてもですね、ご視聴いただいている皆さんに深く感謝を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。中野先生どうもありがとうございました。開始にあたっていくつか事務局から連絡がありますのでお伝えをします。まずこれ先ほどから話しているようにこれ自体はウェブで、そのまま画像が録画されて後々には市役所のホームページに掲載される予定です。でいくつかそれとは別に記念写真をたくさん撮るかと思います。どうぞいつものお顔でリラックスして撮られてください。お願いします。はい、それでは私の方から、今回の企画の趣旨を簡単にお話ししたいと思います。そうですね、皆さんのご紹介はまたその後で行います。でまずこのプロジェクトには3つの大きな理由の系列道路が走ってるんですね。それのコアだと思ってください。一つはケイパビリティアプローチの応用可能性を探る、これは1979年にノーベル経済学賞を取っているアマルティア・センという人が考えた。それがなかなか学術的な形で展開するっていうことが難しい、そういう状況の中でこの国立市にポッとその目が落ちた。でその目が今少しずつ開きつつある。でやはり学術的であるとともに実践性というのがないと育たない、そういうアプローチなんですね。で、それがどんなふうに育っているのかということを後で基調報告していただきます。から2つ目の大きな道路というのは福祉公共交通の可能性を探る。で実はこれは真ん中に公共という言葉が入っているようにパブリックネスと我々は呼んでるんですけども、新たな公共性その可能性を探ると、そういう大きなプロジェクトが走っています。でそれとともに今回やはり2020年1月くらいから本格的になってしまった、COVID-19 パンデミックが突きつけた問いに我々もやはり応答したいと考えます。もともと外出在宅交通の調査をしていたのは COVID-19 とは全く関係なかったのですけれども、
まさしく関係のある問題で、これを、私たちが受け止める必要があると考えます。で、ケイパビリティアプローチの話からします。で、最初の問いです。人はいつまでどこまで出入り自由でいられるんだろうか。外出先で不安を募らせたり、家にいて孤独感に苛まされたり、それでも家に居づらいから外出する、あるいは外出しづらいから家にいるとしたら、その人は本当に出入り自由だと言えるだろうか。ここで言う自由とは、良い選択肢を十分持った上で選ぶことを妨げられないという意味です。例えば、外出は楽しいけれど今日は家で休もう、家は居心地がいいけれども今日は外の風に吹かれよう、そういう選択ができること、これを自由とここでは呼びます。で、我々のプロジェクトの目的は、すべての個人に出入り自由のケイパビリティを保障することにあります。で、その視点から、国立市における福祉公共交通の在り方を考えていきたいというふうに思います。で、もうちょっと話します。ケイパビリティアプローチとは何か、例を、挙げて説明します。ある個人は外出が少ない、とても少ない、だけれども外出した時の方がずっといろんな楽しい機能が達成できる、そういうことが周りも本人も分かっているとします。そうすると、通常の上から目線の、公共政策であれば、もっと外出しなさいというふうに個人に促すことになると思います。これは経済学の言葉で言うと、本人の評価している関数自体を変更させようとします。それに対して、主流派経済学というのは、基本的に個人の選択は本人の好み、だから周りは知らない、結果がどうであろうと、そのディスアドバンテージ不利性というものは本人の自己責任ということになってきます。で、それに対してケイパビリティアプローチの立ち位置はどこにあるかっていうと、どちらでもないんですね。機会集合そのものの拡大を図ります。で、何ができるか、さっき話したような自由をもう少し高めていくことによって、本人が外出好きな本人だろうと、あるいは在宅することが好きな本人だろうと、でも4回に2回は外出してみようか、逆に3回に1回は在宅してみようか、そういうふうに本人の好みのまんまだけれども、もう少し外出がしやすくなる、在宅がしやすくなる、そういうことを考えます。で、今回の調査は、在宅活動、外出活動を通じて得られる10種類の機能の達成度を手がかりとして、個々人のケイパビリティの有利性、不利性というものが一体どんな要因と関連が深いのかを調べていきます。で、本人が、障害者手帳を持っているか、あるいは要支援要介護の認定を受けているのか、あるいはそもそも頻度として分かってくる外出在宅の割合がどうなのか、そしてさまざまな、環境バリアや、対人バリアや、本人自身の持っている個体バリアや、そういうものの違いというものとの関係を見ていきます。それから、COVID-19 が起こって、ちょうど我々が調査を始めた2月にはまだ大丈夫だった、で、それが7月になり10月になり、その翌年の2月にどうだったのかということを見ていきます。はい。で、理論仮説としては、簡単に言うと、基本的には経済学のフレームワークを持っています。ということはどういうことかっていうと、個人っていうのは自分のケイパビリティ、それは可能性であるとともに制約条件なんですね。で、その自分のケイパビリティの範囲の中で、自分自身の好み、
それを我々は評価関数とここに呼んでるんですけれども、例えば外に出れば、刺激はいっぱいあるし、友達とも会えるし、楽しみもある。だけどちょっと不安だ、不安が高まる。例えば今回も実際に養子縁の人たちは4回外出していてすごく不安を感じている。で、じゃあ安心を取るのか、それとも刺激を取るのか、それはやはり最終的には個人の好みであるというのが経済学の基本的なフレームワークなんですね。で、それがどの程度、ロバス確たるものかというのは、もっともっと他の分野の人たちから批判されなければならないと思います。とりあえず話を進めます。それで私たちは評価関数だけが、好みだけが違う、だけど他の要因が似たような人たちを集めて、個人のケーパビリティというものが今非常に小さいのか、制約されているのか、あるいは十分豊かなのか、そういうものを見ていきたいと思います。で、次に福祉公共交通、皆様が日々、尽力されてくださっていることを少し学問の目から見てみます。で、大きくは私は戦後福祉国家っていうのはみんなっていうのが標語になってきたと思います。介保険制度等を考えてもそうです。で、それが次第に単位が細分化されていく、そして中央政府の権限が地方自治体の方に移譲されていく。そうすると、介護保険で生活保護ユニバーサル一般っていうことが、それが次第に、共益ですね、共に利益になる、そういう小さな単位の中でどういうふうに財政を回していくかということが国全体というか社会全体の関心がこういうふうになってきていると思います。ただその一方でこれは戦前から日本の場合はかなり特徴的だと思うんですけれども、産業資本主義を交流させていくという、それのために政府が主導して自由な競争市場メカニズムというものを、保障し、なんとか促進していくという、そういう大きな、動きはあります。で、そうすると例えば今回の COVID-19 もそうですけれども、リスクというものをいかに個人化していくか、最終的にはワクチン、一つの典型例だと思いますけれども、本来ならば公衆衛生なんですけれども、どんどん個人化して防衛していくという、これは今回だけの現象だけではなくて歴史的な特徴であると思います。で、こういう中で福祉公共交通、今日まだいらっしゃってないかもしれませんけれども、国立はもう20年近く福祉有償運送というような NPO 法人たちによる担い手による福祉公共交通が作られてきている。それを行政の方たちが支えてきた。で、そこには非常にやはり市民意識が高い。で、住民税っていうのはまさに所得税よりフラットな設計であるっていうこともあるんだと思うんですけれども、みんな住民税払っている、あるいは払えなくてもそれは払えない理由をみんな分かってる。で、高齢者も長期的に貢献している、だからお互いに尊重し合おうという、そういう市民意識ですね。先ほどの言った共益というものがまさに国立の中では花開いていると思います。で、ただ共益というのは自分と他の人と共にみんなが利益になる、周りの人たちが。で、それ自体とても大事なことなんですが、それだけではおそらくうまく市政というのは回っていかないのではないかと思います。で、例えば高齢者という一つの、単位を我々は65歳以上とか75歳以上とか簡単に高齢者というカテゴリーを出しますけれども、
それは例えば障害者っていう時、あるいは原爆被害者っていう時、そういうような当事者グループとなり得るかって私は散々考えたんですけども、結論的には難しいと思います。やっぱり65歳以上っていうのは統計的な年齢であって、個々人それぞれの来歴があり、それに従ってどういうふうに生きていこうかっていう最下の力学が働いていきます。でだけども共同しなければならないっていう理念を持っている。でここでおそらくは今日はここにはいらっしゃってないんですけれども、見てくださる、このビデオをいつか見てくださるとことを期待してるんですが、国立で平屋テラス等の、居場所づくり、子どもたちの食堂、DV の人たち の避難所、そういう運営している人たちの様子を見ていると、私はそこで隣人への責任というのを彼女たち、彼らたちが持っているように思います。これは自分の利益、あなたの利益、私たちの利益ということをもうちょっと超えてるんですね。ということは誰がここにやってきても隣人として引き受ける、面倒を見る、お互いに助け合う、そういう雰囲気が、国たちにはあるように思います。でそこでこれは交通課の人たちがもう何年前からも出している概念、交通困難者、この概念は私はすごく有効だと思います。でこれはアメリカなんかで起こったユニバーサルサービスというような、利用者同士がお互いにお金を持ち合って、みんなが最低限交通を利用できるようにする、その考え方をもう少し倫理的に作っているように思います。だから市民の中の一番富裕層の人たち、そういう人たちをどうやって外出支援していくのか、そういう視点から市民たちが考えている、そういう素地もあります。で先ほど話したようなみんなっていうところから始まった戦後福祉国家、それが教育とリスクの個人化になり、それが今もっと隣人への責任というパブリックネスを村に潜ませた人々の新たな公共性が生まれているように思います。でまさにマイカーっていうもの、さっきの NPO の人たちは自分の車を公共的に使ってるんですね。これは非常に面白い現象だと思います。でなんでポリス、市のに私たちが直目するか、やっぱり出入り自由っていうのはいろんな局面で出てくる問題、家族の中でも出入り自由かという問題は大事ですし、国家においても出入り自由は大事ですね。 EU 圏、アジア圏は残念ながらまだできてませんけども、そして世界全体、そういう中で運ぶ、送る、逃がす、圧を抜く、そういう仕組みっていうものが、まさに福祉公共交通の課題であると思います。で次にパンデミックへの応答の関心ですで2020年度の国家の一般会計税収っていうのが過去最高となった。これはやっぱりとても驚きでしたね。だけどそういう中でやはりもともと脆弱だった人の窮状っていうのがより深刻であるっていうようなことが少しずつ内閣府の統計なんかからもよく分かってきます。で外出自粛っていう言葉が出された時、私はすごく心配だったのは、もともと外出しづらい人たち、あるいはもともと引きこもりがちだった人たち、その人たちが彼らは外出控えてくれてそのままでいいですというふうに暗黙の中で彼らがそのまんま外出しないことが黙認されていく、これが心配でした。でそれは私なんかよりも先ほど話した、隣人への責任ということを実践されている人たちが一番心配されてきたことだと思います。だからもともと外出権が狭められ、外出行動を厳しく
いろんな理由で制約された人々のに対して外出自粛っていう言葉が等しく与えられてしまうっていう、ここをなんとか個別に、変えていかないと彼らのケイパビリティがどんどん縮減されてしまうんではないかっていうのが心配でした。で、実際にこれは、国立夢ファームという、DV の居場所をなくした女性を支援するそういう人たちが東京新聞の取材に答えて、いる。皆さんご存知だと思いますけれども、4倍半くらいコロナ期の間に相談が増えた。で、それも国立市の場合は全国からやってくるっていうんですね。これがということは他市がやっていない、他市は他市のことだけをやってるに対して国立市は開いてる。だから全国からいろんな情報をかき集めてやってきている。それを受け入れてるんですね。でそういうことで、国立市というのはやはり福祉公共交通政策の要として共益の精神あふれる NPO 法人とともに福祉有償運送事業に取り組んできた。で、それがたまたま COVID-19 の感染拡大と、それからこの先言った NPO 法人の人たちを中心とするこの運送事業自体が改正された、市内一律ワンコインで行けるようになった、その時期が見事に2020年の4月重なってしまった。で、その後2020年4月からこの運送事業の利用者が急増していく。で、実のところ、ドライバーたちが1日の中で15件16件休む暇もないというような、そういう状況、皆さんがご存知のように軒並み公共交通、飛行機もそうですけれども、利用者が3分の1、4分の1ほど、後で岡村先生からお話しいただくと思いますけども、減っていく中で急増した。一体これは何を意味するのかっていうことを改めて考えてみたい。それが大きな今日の私たちの提案するテーマです。で、もちろん皆さんはいろんな専門分野で、いろいろな実践経験の中で、ここにお集まりくださっていますので、私たちの話はそれはさておき、私はこういうことが関心なんだという形でお話しいただけたら、それの方がむしろ嬉しいかもしれません。どうぞ日頃のご活動をどんどん私たちに紹介していただきたいというふうに思います。で、改めてごめんなさいちょっと時間を取っていますけれども、今日の報告者とパネラーを紹介したいと思います。まず神林龍先生、私が大変尊敬する、人です。まだ一体何者かがつかめないくらい非常に大きなスケールを持った研究をしています。で、人文科学とそれから社会科学と自然科学と、これらの共通する何かを掴んでるので、その上で違いをこれからいろいろな形で見せてくれるのが楽しみです。で、パネラーとして今日欠席、直前でご家族の理由で欠席されましたけれども、まちづくり国立市の今日も何人かいらせてくださってますね。残念です、今日いらっしゃって、でも彼とはだいぶまちづくりの時にお話しすることができて、その熱くて広くて、そういう考え方は少し分かってますので、後で紹介できたらご紹介したいと思います。から岡村俊之先生、東洋大学の国際学部の国際地域学科
グローバルなところにいらっしゃるんですけれども、なぜか国立市という、 こう小さなローカルなところにも関心を持ってきてくださって、で地域公共交通協議会の委員長をされて、ずっと長いことご貢献されている方です。から、井上博人先生、はい、富山大学で、唯一私たちの中で若い、嬉しいです、准教授で、都市デザイン学部で、大阪大学にいらっしゃる時から工学部なんだけれども、人文科学社会科学にも興味を持って、ケーパビリティアプローチも研究されている方です。から竹内光弘市長、私が紹介するまでもなく、皆さん本当にお世話になっている方だと思います。市長を支えて、非常に学術的な見地 の広い方で、私たちが今日こうしてこういう会を持てたのは竹内先生のおかげだと思います。国立市を使い切ってくれみたいな、そういう言い方をしてくださったので、遠慮なく調査をさせていただいてます。から、加藤明人先生、ジュニアフェローで、まだ学生から、プロになる大変な、一番大変な時期に、でも今日はとても楽しみにしています。障害者 の実践にずっと関わっている、我々経済学が一番忘れているところを指摘 してくださると思います。から林大樹先生、一橋大学の名誉教授で、ここでは町ライブラリー、国立大野外運営責任者という、これだけしか載せていませんけれども、介護保険と、それからいろんな、老人大学、敬老大学、いろんなことをされている方です。後でまた教えてください。から、小林秀幸、研究員、労働安全、衛生総合研究所、実は今日の調査を粘り強くやってくださっている、我々 の一番の、要となる方です。また後で質問の時にお話してくださいということで、ごめんなさい、予定よりもおそらく30分くらい長くなってしまったかもしれませんけれども、はい、これで終わります。それでは、最初に、神林龍先生の方から、ご報告をお願いしたいと思います。皆様、こんにちは。一橋大学経済研究所の神林と申します。本日はお忙しい中いらっしゃってくださいまして、本当にありがとうございます。で、本当であればですね、ここで調査の中間報告のようなものをお願いし、プレゼンする予定だったんですけれど、さすがに2分でやれっていうのはちょっと無理ですので、5分超過をお願いいたしまして、7、8分で主な何ていうか要点だけを、まとめていきたいと思います。この調査の目的自体は、先ほど後藤先生の方から説明がありましたように、キーワードとしてはもう移動と福祉で、これを具体化するために、移動ということに関しては在宅と外出という側面にフォーカスをして、で福祉というのはケイパビリティと呼ばれる概念にフォーカスをして、その関連を見ようというのがこの調査の目的になります。ですので、調査対象者としては、移動あるいは外出に制約があるであろうという人々をアドホックに、障害者の方々、要支援要介護認定者の方々というのを想定をして、その、一部比較対象としても想定しているんですが、一般高齢者を使っているという、こういう構成になっております。で、大体これが調査の概要なんですが、2020年の2月に一般高齢者から始めまして、2020年の7月から3つのグループに調査をかけるようになっていっております。で、先ほど来申し上げております、パネル調査というのは同一の個人を追っかけていっている調査ですので、最終的に現在第5回までの結果といたしましては、障害者に関して160名の方、
で、要支援要介護認定者に関して97名の方、そして一般高齢者に関しては631名の方、プラスアルファの人たちから、4回分ないし5回分の回答をいただいているという、こういう形になっております。このあと第6回が現在データ化されつつありまして、第7回がちょうど実査が終わったところということで、8回、9回、10回と続けていく予定でございます。で、この調査の目的は、繰り返しになりますが、外出の有無によって、このケイパビリティというのが変わってくるのかということがポイントになってきます。で、ケイパビリティの指標といたしましては、2つのポイントというのを、固定をしております。1つは、何かをこう達成するにあたって、人々が持っている利用能力っていうのはどういうものがあるのかというのが1つのポイントです。そして2つ目のポイントというのは、それを使って何を達成したのかというのが2つ目のポイントになります。で、利用能力といたしましては、ここで、この研究でですね、注目している利用能力っていうのは、3つのダイメンションがございまして、1つは環境をどうやって利用するのか、そして人とどうやって付き合うのか、自分自身をどうやって利用するのかという、この3つの次元に集約をしております。で、どういうところで達成した人々の達成した福祉を評価するのかというと、この4つの次元というのを現在は考えております。この辺は実はバックグラウンドがあるんですけれども、こんなもんだということで理解しておいていただければなと思います。で、この調査を使ってこの利用能力とこの達成機能の間の関係というのがどういうふうになっているのかというのを確かめていこうと。いうのがこの調査の一つの大きなポイントになって、で、まだちょっとできてはいないんですけれども、この福祉有償交通というのがこの利用能力と達成機能の間の関係にどう介在しているのかというのを考えてあげようというのが目的ということになるわけです。で、大雑把な結果をですね、あとざっと2、3分で解説をしていきたいと思います。主にこのお手元にある資料をどう解釈していいかということに集中しようと思いますが、外出の回数という意味ではこのような分布を取っております。一般高齢者の分布がだいたい普通の人の分布だって考えていただくと、外出している人もいればしない人もいるだろうというのはお分かりになると思いますが、それに比べると障害者や要支援要介護者の方々の、分布というのが0回と1回の方にガタッとこう崩れているというのが分かると思います。ただ4回前外出している人たちもそこそこいるというのが分かると思います。ある意味この2つのグループですね、外出できるグループ、外出したグループと外出していないグループというふうにこう分かれつつあるというのが、この要支援要介護者あるいは障害者の人々だろうというふうに解釈することができるかと思います。で、利用能力につきましては、具体的にはですね、ここに示しましたような15個のうちの12個の、質問、これを使って、こういうことを外出したとき、あるいは在宅したときに、こういう側面で、何かこう困ったことがあったでしょうかというふうに聞いていて、で、こういうことが困りました、段差がきつかった、あるいは設備が利用しづらかったっていう、こういう困ったことが多い場合には、やっぱり利用能力っていうのが少ないだろうと、困ったことが全くありませんっていう場合には、利用能力をフルで使っていると。いうふうに解釈をしております。で、この利用能力のを要約してですね、大体この平均みたいなのを取って、その分布というのを示したのがこれです。で、左から順番に3つのグループに分けまして、この赤い点というのが中位置、ちょうどそのグループの真ん中にいる人たちのことを指しています。このトータルというのを見ていただくと分かると思うんですが、これは障害者全体、あるいは要支援要介護認定者全体の中で、赤い点というのはそのグループの中のちょうど真ん中の人がどれぐらいの利用能力を持っていたのかということを示しています。パッと見分かると思うんですけれども、この水準で見ると一般高齢者が一番高くて、次に障害者があって、そして要支援要介護者認定者というのがいるという順番になっているというのが分かります。あともう一つは、特に0回、1回、2回のところに関しては、右に上がるような格好で相関があるというのが分かると思います。なので、利用能力がない人が外出をしない、利用能力がある人が外出をするという傾向が、0、1、2に関しては見られるということになるわけですね。
で、これが全体の利用能力に関する分布です。で、初期能に関しましては、この10項目というのを使いました。で、その外出や在宅をして、どんなことが分かりました、どんな、いいことがありましたかっていう、そういう質問をしているわけです。こんないいことがあった、こんないいことがあった、こんないいことがあったって、10項目全部いいことがあったっていうときには、ものすごく大きい達成を享受しているわけですけれど、全然いいことなかった、これ何もなかったですっていう人に関しては、全く達成することができなかった、残念ながらと。こういう評価になる。で、これを先ほどと同じように、文法を要約したのがこちらの方で、これを見るとですね、このトータルのところを見ると、先ほどと比べるとグループの間の差があんまりないというのが分かると思います。で、特に外出の回数に依存してこの達成機能が高かったり低かったりっていう非常にそういう傾向がですね、そんなに強い傾向が見られない。なんとなく右上がりになるかなっていうのは分かると思うんですが、実はそこまで大きな違いというのは見えません。ということは、先ほどの図と考えて表せますと、何かやるっていう能力に関しては実は能力が高い人が外出をするという傾向があるんですけれども、だからといって達成している機能が高くなるかというと実はそうではないということが示唆されるということになります。これが一つの、この研究での、今のところの見方ということになります。あと最後もちょっと時間が超過しちゃっているんですけれども、このレグレッションの見方をですね、とりあえず説明をして終わりにしたいと思います。で、これは一番分かりやすいレグレッションを一番左上を見ていただくと分かるんですけれども、これは障害者の方に関して利用能力と達成機能の間の相関関係がどれぐらいあるのかというのを示したのが、この一番左上の 0.52 というこういう数字です。で、つまり利用能力が0から1に動いたときに達成機能が0から 0.5 まで動きますよという、こういう結果を表しているということになります。これを右側にずらしていきますと、要支援要介護認定者、一般高齢者、 0.378、 0.732 というふうになっていきますので、この利用能力がちょっと増えたときに達成機能がどれぐらい増えるかという相関関係においては、一般高齢者の場合には7割ぐらいポンと増えるんだけれども、要支援要介護者の場合には 3,4 割弱ぐらいしか増えませんという、こういう関係にあるというのが示されていることです。で、これが基本なんですけれども、2列目それぞれのグループの2列目これが重要なんですが、これはある一人の個人に注目をしたときに、ある一人の個人に注目をしたときに利用能力が増えたときに達成機能がどれぐらい増えるのかという計算をしたものです。先ほどの1列目の方はですね、利用能力が高い人と利用能力が低い人を比べると 0.528 ぐらいの差があるということだったんですけれども、2列目の方は同じ人に注目をしたときです。同じ人に注目をしたときに利用能力が増えたときに、機能がどれぐらい増えるのかという、そういう相関関係を見たものです。で、これを見るとですね、1列目と2列目の係数を数字を比較していただきますと、2列目の数字の方がおしなべて低いということが分かります。で、これはある A さんとある B さんを比べたときに、やっぱりですね、利用能力が高い人が、達成機能が高いっていう A さんと B さんの間の、相関関係というのはあるんですけれど、ただこの場合ですね、実はもともと達成機能が高いっていう人が実は利用能力をいっぱい持っているっていう側面があったっていうことを示しています。で、もう一つ のポイントはですね、この2列目のグループを相互比較していただきますと、その差がですね、それほど大きくないということが分かります。もちろん係数の大きさは一般高齢者が 0.34 で一番大きくて、要支援要介護認定者が 0.2 で一番小さいんですけれど、それは外見上 A さんと B さんを比べたときには 0.7 と 0.37 という大きさの違いでした。その違いというのが、同じ個人を追っかけていくと実はギュッと半分ぐらい、半分以下に圧縮されるということが分かります。ということは、これを見たときにですね、個人で、ある個人のその利用能力が増えることで機能、達成機能が増えるというような関係というのは実は見かけほど強くないと
ということが分かってきました。でこれが、この調査で、分かったことの一番大きなポイントということになります。あともう一つ最後に、その時間的な問題ですね。COVID の、プロセスとの関係でいうと、この3回目4回目5回目という数字を眺めていただきますと、これは2回目の調査と比較して3回目と4回目と5回目の調査の達成機能が平均的に見てどれぐらい変わったのかということを示しています。で、2回目と3回目と4回目あるいは5回目の違いというのをちょっと思い出していただくと、こんな感じになっています。で、2回目と3回目というのは、まあ、COVID の流行が始まってはいるんですけれども、そこまで、きつくはない。ところがその4回目5回目になると、もう第3波第4波を経由していますので、まあかなり、COVID が蔓延するような、状況になってきているというのが分かると思います。で特に、第3波と第4波の間ですかね、自分はちょっとこの時日本にいなかったので状況が分からないんですけれど、なんかキャンペーンみたいなのをやってわーっとこう人が外出するようになったとかっていう話をちょっと聞いています。でこの時系列というのを念頭に置いていただいて、先ほどの、推定結果のこの時間の係数のところですね、ここの部分というのを眺めていただくと、どういうふうにこう機能と達成機能というのが時系列的に成長していったのかというのが分かります。特徴的なのは、要支援要介護認定者を見ると星がついていません。ということは統計的に見るとですね、2回目3回目4回目5回目の達成機能ってあんま変わってないというのが要支援要介護者グループです。でそれに対して障害者や一般高齢者というのはおしなべてプラスになっていますので、2回目に比べると実は3回目4回目5回目というのは達成機能が平均的にどんどん増えているんですね。でこれはおそらくその COVID の状況に慣れてきたという可能性があるんじゃないかと思います。ただその増え方を見るとですね、実は一般高齢者の増え方というのは3回目にポーンと増えてその後減少しているんです。で4回目になっても5回目になっても実はだら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 減少しています。それに対して障害者の方は3回目と5回目にポンポンというふうに増えるようになっています。ということはやっぱりこれはですね、 COVID の流行に対してグループによってですね、その反応がやっぱり大きく違うということが分かっています。でなぜ障害者の方で、この特に第5回の達成機能が高かったのかというのは詳細な分析が必要なんですけれども、こういうような形で COVID に対してどういうふうにこう対応していくのかということについて、機能という面から見るとだいぶグループによってですね、その傾向が違うということが分かってきます。で、まあ、もう本当にごめんなさい、ここで、一旦プレゼンテーションを閉じますけれども、ちょっとこういう形でですね、このレグレッションの数字というのを解釈していただければ、その後の資料についても一応こう解釈ができるかなというふうに、思います。すみません、時間を大幅に超過してしまいまして、以上で、まあ、中間報告 の、 部分というのを終わりにいたしまして、で休憩を挟みましてパネルディスカッションという方向に、いきたいと思います。で休憩は10分、ちょっと席 の、 移動がありますので10分お時間をいただいて、2時スタート2時再開ということにしたいと思います。リモートでアクセスしていらっしゃる方も、よろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。第2部を始めたいと思います。先ほどすでに紹介が終わりましたので、それでは、パネラーの方から5分ほどずつ、ご自身の紹介とそれからコメント、先ほど言いましたようにこれはさておきというコメントでも構いませんのでお話しいただければと思います。でこの後は予定である休憩をなくして、適宜ですから皆さんお手洗い等に行かれてください。
で、そのまま続けてディスカッションというのをしたいと思います。ディスカッションにおいてはフロアの皆様からも質問をいただき、それからウェブで見てくださっている方たちからもクエスチョン&アンサーをとにかくいただくということになっていますので、ぜひ、たくさん の, ご遠慮なくいろんな質問等をしていただければというふうに思います。はい、それではパネラーの方から、コメントをお願いしたいと思います。最初に東洋大学の岡村俊之先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いをいたします。計らずも一番手になりましたので若干緊張しております。先ほど後藤先生からそれはさておきという話でもということでしたので、なんかいろんなアプローチがこれと ありえると思いますので、ちょっと自分に近いところからだんだん今日の本質にというところで、最初の1ラウンド目はそれはさておき的な話を2つしようと思います。はい、私は地域公共交通、それから都市計画の専門ということで、どちらかというと行政ですとか事業者という観点から計画をしていたときに、利用者にとってどういういいものを提供していくべきなのかとか、そんな観点から今日はお話をしていこうかと思っています。で、一つ目です。私の専門は公共交通ですので、本日キーワードでありました福祉優勝というものとはやはり違っていて、タクシー、バス、それから鉄道と、そういうことになってきます。で、このコロナ以前からもそうなんですけど、だいぶこの計画の考え方の潮目は完全に変わったかなという感じがしています。公共交通、それから交通計画というのは、とにかく需要の大きい長い距離を乗る、例えば国立から新宿、東京都心まで通うと、それから都心まで行かなくても通勤する、これで移動の大体 6、7 割はそれとなんですね。もちろん家にそれから帰ってくるというのも含めると、そうするとそういう非常に混雑した大きいところさえきちんとやっておければ、その他のところは自然と解決されていくだろうと。とにかく朝混んでる時っていうのをちゃんとやる、混んでる時をなんとか渋滞しないようにするということをやっておけばいいというのではもうなくなってきたと。それは逆に言えばある程度充足されてきたということを含んできます。ですので、例えば生活圏内の移動を公共交通等でどうしていくかというのが非常に重要になってきて、そうすると自治体ですとか地域という役割が非常に強くなってきた。それから事業者にお任せをするということになってくると、どうしてもそれはただ地域の中の移動というのはどうしてもあまり儲からないということになりますと、公、広い意味での公の役割が非常に強くなってきたと。そうなってくると、今日の話でいきますと、ただ福祉優勝というような、もともとボランティア的だったものがだんだん制度化されてきたというものと、もともと事業としてやってきた公共交通っていうのがどんどん近づいてきた中で、どううまく役割分担という言い方もできますし、うまくオーバーラップさせて隙間がないようにしていくかと、そういうようなことがだんだん大事になってきたと。その辺の境界が境界にならないように、隙間にならないようにというようなところっていうのが、多分私の立場からアプローチするところなのかなというふうに思ってます。5分だとあと1分ぐらいですね。そうすると、あとコロナの話を一つさせていただきますと、コロナ非常に大変だったと、こういうわけですけれども、いろいろ統計等を見ていきますと、自家用車の利用というのはほぼ戻ったようです。ただ道路交通だけ見てるトラックとか物流が多いので、なかなかそれだけ測るって難しい。で、警察の人とかいろいろ聞いてみるんですけど、はっきりは言えないんだけど、自家用車の利用はほぼ戻ったけど増えたわけでもないというので、いろんなものが増えたり減ったりで大体同じぐらいになったというような感じのようです。で、鉄道バスだと都心まで通うというのは、ね、やや8割から8割弱ぐらい、しかし生活圏内移動だと8割強ぐらいまで、今度12月ぐらいまで戻ったと言われています。それから生活圏内ですとか高齢者の移動になると、実は9割ぐらいまで戻ってきているということのようなので、だいぶ出控えですとかそういうことはなくなってきたというようなことですが、もう一人遊びに行きたいとか、不要不急と言われていたようなことについては、もしかしたら少なくなっている可能性もありますし、また逆にそういうものは戻ってきたけど、行かなきゃいけないものがウェブとか
書類等 の、 やり取りだけで済んで減ってきたということなのかもしれない。いいことと悪いことがいろいろ混ざってトータルで全体の9割ぐらいまで戻ってきたと、そんな感じのようです。なのでかなり細かいところまで見ていかなきゃいけないなと。そういうことを言いますと、今日 の、 販売士先生のご報告というのは非常に示唆に富んでいるなというところで、ここにはいろいろ質問がありますが、それは多分時間の範囲内で可能だったらさせていただければと思います。ということで大体5分になったかと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。それではワンラウンドここで終えて、また2ラウンドでよろしくお願いします。はい、それでは竹内副市長をよろしくお願い申し上げます。いただきました竹内でございます。今日はですね、このシンポジウムにお招きをいただきましてありがとうございます。でまた冒頭にですね、学長の方から UC バークレーと、それからコーネル大学のでしたっけ、伊坂の話があって、そこで国立市に言及していただいてですね、大変光栄に思っております。ありがとうございました。で冒頭のですね、基調講演、非常に興味深く拝見いたしました。詳しくですね、数値を改めて、落ち着いた時間でまた読み直してみたいというふうに思ったんですけれども、何点か少しお話をさせていただくと、後藤先生からもあったんですけれども、国立市非常に都市構造がはっきりしたですね、そもそもコンパクトな 8.15 平方キロという、日本でも4番目に小さい市ということで、町の成り立ちからしてですね、非常に分かりやすい構造をしているので、ぜひですね、こういった調査についてフィールドとしてですね、使っていただければありがたいなと。で今日の結果をですね、私の興味としては、国立市が持っている都市の構造というんでしょうかね、あるいはその時代的にですね、居住者の属性がですね、比較的こう分かりやすい、立地になっているので、ゆくゆくはそういったことと重ね合わせてですね、分析できたら非常に面白い結果が出るかなというふうに思っております。それから2点目はですね、今回 の、 コロナ、このパンデミックとの関係になりますけれども、昨今はですね、特にイギリスですかね、そのケアに関する、普遍的なケアに関するですね、ケア宣言というようなものが出たりですね、非常にかつて、これ80年代の終わりぐらいにですね、マーサ・ヌスバンでしたっけ、がかなりその語っていたことがですね、またその時代が訪れたかというような感を持っておりましてね。でそのつながりでいくと、まさに線の話とつながってくるということで、そういう意味で時期にかなったですね、こういう調査をしているのかなというような感想を持ちながらですね、私は聞いていたところでございます。それから最後に3点目ですけれども、これは市政に関わる部分なんですが、現在新年度に向けてのですね、予算編成というのをやってまして、で国立市長がですね、かなり鮮明なポリシーを出しておりまして、でこれはですね、より包摂的な社会をどう築くかというですね、これは国立市の市政でありまして、ソーシャルインクルージョンという言葉を、掲げてですね、どういう街を作っていくかということを進めてますけれども、今回まさにですね、このコロナを経てケアということ、それから健康ですよね、健康というのも広い概念の健康になりますけれども、ただ元気だということではないんですけれども、いわゆるそのウェルビーイングというような概念でですね、表現されるような、そういう健康まちづくりをどう進めていくかということをですね、新年度の予算にも盛り込む予定になっております。でその中でですね、市政の一つの事業の象徴として、今回のこの調査ですね、福祉優勝運送に絡めたこの調査ということをですね、一つの表現として使っておりますので、ぜひ今日のシンポジウムのですね、成果を持ち帰ってですね、市長にも報告をし、新年度の予算でもですね、そのことを対外的にですね、アピールしていくような形を少し考えてみたいなというふうに思っております。でいくつか柱立ても考えておりますけれども、今日小泉先生がいらっしゃらないので残念なんですけれども、一つはですね、象徴的なウォーカブルシティという、新しい考え方が昨今あるようでございますが、これを一つ掲げてみたいなと。でつまり町のですね、物的な環境、これをどうやって作っていくかということですね。その当事者に対して周りの環境がどういう影響を与えていくかと考慮しながらですね、より歩きやすい、より移動しやすい、そういう、比較的ハードの観念が強いですけれども、そういうものをどう作っていくか。それからもう一つはですね、ソフトの観点で、後藤先生の方で相互尊重という言葉が出てきてますけれども、まさにその、個がですね、自立して個でなければならないということではなくてですね、相互に尊重しながら、その相互依存ということも含めてですね、そんなような街づくりをどう進めていけるのか、これ
ちょっと古い言葉ですけども、そのコミュニティによるまちづくりのようなことをですね、もう一度今の時代に、なんて言うんでしょうか、こうアジャストして考え直すというようなこともですね、市としてはやっていきたいなというふうに思っております。で、あの福祉ユーション運送、それからケイパビリティアプローチによる調査、研究ですね、国立市が進めるべきまちづくりのですね、象徴としての取り組みだと思っておりますので、今日はよろしくお願いいたします。いや、どうも温かい言葉をありがとうございました。あの厳しい言葉を第2ラウンドでどうぞよろしくお願い申し上げます。それでは、あの林弘樹先生、続いてよろしくお願いいたします。はい、林と申します。一橋大学の名誉教授ということで、4年ほど前にあのこちらの大学定年退職になりまして、その後2年間特任教授というのをやらせていただいて、それも約2年前に終わって、でそこからですね、ちょっと今現在あの、マチライバリーあと国立ダイヤ街の運営責任者ということで紹介されてますが、そこにつながることになりましたので、国立市との関係は、2000年頃からですね、いろいろとなあの介護保険ですとか、あるいは、いろんな町づくりの関係ですとか、いろいろあの関わりがあるんですが、そういう自己紹介していると時間がなくなるので、あの町ライブラリーについて、今日のご報告とあのちょっと兼ね合わせてですね、感想を述べたいと思います。で、まあ、私がやっている町ライブラリーというのは、ちょっとコンセプトとしては、地域のみんなの本棚っていうコンセプトと、ほっとできる町の居場所っていう、まあ、コンセプトの日本立てでやってるんですね。単なる、まあ、図書室っていう、施設図書室っていうだけではなく、居場所づくりというのを強く意識して行っております。であのターゲットはですね、当初2つの層を考えていて、1つの層は学生なんですね。というのは、その図書室としては、私があの一橋大学の、まあ、教育や研究の関係で、使って、これは学生に読んでほしいなという本をちょっと残しておいたので、それをマッチライブラリーに持ってきたので、それをまあ使って学生といろんなあの懇談ができたらいいなとかですね、学生の副読本になるかもって思ったので、学生というターゲットを設定しました。もう一つは、あの地域の、まあ、高齢者ですかね、まあ、あの年齢はともかく、その昼間あの例えば都心とかですね、他のところで働いてる人ではなく、昼間あの国立市内で、活動されてるですか、まあまあ、高齢者がそれに当たるんですが、あるいは、子育て中のお母さんとかですね、あのそういう方というのは、その町ライバリー、まあ、私が国立に住んでないもんですから、ちょっと夜遅くまでいるっていうのはあれなので、あの昼間明けてっていうことで、その2つのターゲットを考えたんですが、町ライブラリー自体は一昨年の9月にオープンしたんですね。だから1年4ヶ月ぐらい経ってるんですが、この間やはりコロナの影響というのが大きくて、大学生というのは、まあ比率としてはいろいろな年代層の中で一番多く来てくれてますが、思ったほどですね、やはりあの来れないという状況がありました。それから地域の高齢者、あのシニアカレッジっていう、あの研修市 その研修のお手伝いもしてますので、そこでの副読本みたいなものもあるので、シニアカレッジのあの受講者でなくてもいいんですが、そういう層の年齢層の方が来てくれないかなと思ったけど、これもあのちょっと少数にとどまりました。ただそれでも何人かですね、来てくれた方のことを思い出しながら、今日の、ご報告と、まあ、自分 あの取り組みとの関係についてちょっといろいろと今検証しているところです。であの今回のご報告で、私がぜひもう少し自分なりに、なんていうかな、使いこなしたいと思ったのは、利用能力と諸機能の項目で、これチェックリストにして、チェックリストに使えるなと思って、自分の、まあ、居場所で何が
できてて何ができてないかみたいなチェックリストに使おうと思いました。それとですね、まあ、この研究のテーマは移動ってことなんですが、移動の目的は自宅から自宅以外の移動先というか外出先に行くことなので、その外出先が移動先が どういうとこなのかっていうことがあると思うんですね。それがまさに、まあ、居場所づくりやってると、まあ、居場所をどういう居場所にしようかってことは一生懸命考えるんですが、一つやはりそこまでどういう移動のプロセスで移動先というか居場所まで町の居場所まで来てくださるかってことはあんまり考えてこなかったので、だから居場所プラス外出のプロセスみたいなものもちょっと考えて検証していこうかなっていうふうに思っているところです。そうした時ですね、まあ、ちょっとこれは細かい話になってしまうんですが、国立市の高齢者の方は、移動ってことをあるいは外出ってことを結構楽しみにしていて、で、ある国立の中に、矢川駅というのがあって、その近くに矢川メルカード商店街というのがありまして、そこをもっと元気にしようっていう委員会が国市役所であって、それに関わったことがあるんですが、いろいろアンケートをしてくださった方がいて、その高齢者に、何もこう近くで買い物しようと思わないと、例えば駅前の西友まで歩いたとしても矢川のあの辺りからですね、十分歩けちゃうんだということで、歩いてあるとこまで行くっていうのを楽しみにしてる、普段自分が見てる近場の商店街でなくてもいいっていう人が結構いるってことが分かったんですね。あと私がやってる居場所に来てくれた高齢者も国立駅の北に住んでらっしゃるんですが、ずっと大学通りを、南に下ってきて、でまたそこを戻るっていう往復が必要な方なんですが、やはり、大学通りの、まあ、春の桜、秋のイチョウ、そういったまあ、緑がですねどういうふうに変わるかみたいなのを楽しみにしながら歩いてポツ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 、だからなんていうんですか、歩くっていうことも結構大事な移動の手段なので、それはちょっと福祉有償運送っていうのとは違うのかもしれない、それも含むんですかね、そういう歩けるっていう環境づくりも含めて大事なんだろうなと思いました。すいません、時間を計ってないのでもうこれくらいにしておきます、はい、長かったかもしれない。ありがとうございます。とても大事な点を指摘していただきました。アラスカまで飛んでいくっていうアンケートの調査の中にありますし、それから近くを散歩する、両方やはり同じく外出というふうに私たちは考えて、ただその先の違いが何にどういう影響を与えるかっていうのは次の段階の分析目的になると思います。ありがとうございます。はい、それでは、井上先生よろしくお願いします。はい、富山大学の井上と申します。今日はお呼びいただきまして大変ありがとうございます。非常に専門の皆様の中で頼りないことしか申し上げられないのでちょっと不安には思っておりますが、すみません、ちょっと私喋るのにちょっとパワーポイントないと喋れないので、すみません、上位いただきました、すみません、ありがとうございます。私の方からすみません、後藤先生からは強制ということだったんですけど勘違いして公共交通となっておりますが、ちょっと次お願いします。はい、私がいつも悩んでいることでございます。我が国の公共交通の実態としてですね、特徴といたしますと他国に比べるとですね、独立採算で今まで経営されてきたっていうことが特徴で、で儲からないところについても儲かるところの内部補助でやってくださいというのは我が国の、公共交通の特徴でございました。これ福祉交通だけではなくて公共交通の特徴のお話をしております。じゃあちょっと次お願いします。これまでの言説ではですね、人口が減ってきて人が出なくなって公共交通が危機ですというお話で、地域公共交通が衰退してしまうというお話が多かったんですけど、ちょっと次お願いします。それだけではなくてですね、このコロナ前のお話ではございますけども、生産年齢人口が減ってきてですね、ちょっとあとこの民営ですね、独立採算ということを元にしてましたので、やはり人件費をかなり削ってこられたということもあってですね、正直言うと運転手さんがいないと、
そういう意味で地域公共交通の新たな崩壊というのが今至ってきているという ところでございます。次お願いします。これに対してですね、今コロナの状況でですね、さらに利用者が減少してですね、本当にもう何ともならん状況でございます。次お願いします。じゃあここに対してですね、今までのお話にあった福祉交通ですけども、やはり一般の方が移動されるようにさらに手間がかかって、手間がかかるということはコストがかかりますので、いわんやそういう移動の足を提供するのかというとなかなか難しゅうございますというのは非常に大変な状況なんだろうと思っています。じゃあ次お願いします。少しこれコロナ前でございますけども、去年に近畿 の市町村に調査を行ってですね、どういうふうな今、利用者の通勢にあるのかとかですね、これですけど、ただ2019年の状況を答えてもらってますね。コロナの状況です。ちょっとこれ一つ一つお話はできないので荒くで申し上げますと、下の方を見ていただきたいんですけども、運賃の取り方とすると、実は自家用有償運送、いわゆる福祉有償運送は本当はお金がかかるはずなのに、運賃あまり取って払わないんですね。これはもちろん利用者さんが使えるようにというので取ってはります。じゃあちゃんと成り立つのかというと、下見ていただきますと、鉄軌道とかですね、バスでもですね、収支率が赤色が 50% 超えですので、もうほとんど半分 もうこれ近畿の全般的な状況ですけども儲かってないと。でいわんや福祉有償運送親というのでかなり官職系のが多くてですね、私が知っている人でもですね、この人は霞でも食うとんちゃうかというようなですね、ことをしておられます。何が申し上げたいかというとですね、で立ち上げの方でですね、そういうことをやっておられる方よくおっしゃられます。近くに障害を持っておられるご家族を持っておられてですね、その人のことを考えてですね、自分はやってきてるんやっておっしゃられるんですけど、なかなかそこからですね、じゃあついていけるのかというと、なかなかついていけないような状況に非常にあるというようなところでございます。じゃあ次お願いします。ですから、私はいろんな人に参加していただきたい、市民として皆さんと一緒に考えていただきたいというふうに思うんですけども、ただ環境問題を研究したジャック・ルコントという人がこういうことを言ってます。恐怖を煽るメッセージはマイナスの影響があってですね、希望をもたらすメッセージには、プラスの効果があると。で、心理学者のセルジ・モスコビッチという人がですね、恐怖が実際に行動に変えてくれるというのは自己効力感が高い人、これは例えば役所の方であったりですね、事業者の方っていうのはもう自分たちがそれをしなあかんのだというので、そこの自分たちの会社を変えるというのはしてくれるんですけども、人って書いてますけど、一般的にはですね、人っていうのは警告を否定したりとかですね、現実を逃避したりということになります。ですから私は非常に今この困難な状況というのは知っていただきたい、知ってもらうことがですね、先ほど申し上げた苦しい福祉有償運送ということを知っていただくということの非常に有効なところだと思います。ですけれども、そこでえらいことになりますよ、大変なんですよ、移動できないんですよということだけ申し上げるとですね、人っていうのは逃げてしまうんじゃないかと、だからそこを一緒に支えようというところに行ってくれないんじゃないかというふうに思っております。次お願いします。だからこそ実はこれ土木学会で出した報告書で、報告書ってなかなかいつも面白くないんですけど、これ面白かったです。沖先生という東大の先生がおっしゃってたのがですね、どうも私たちというのは将来悲観するのが好きだと、これは日本人将来悲観するのが好きで、危機感を娯楽として消費してしまって、単に危機感として消費してしまってですね、それを行動に結びつけない傾向があるらしいと。危機を煽ったりとかですね、人を変えたりするというのは活動家やテロリストの仕事であって、私たちはなぜそういう傾向にあるのかと理解するのは学者、ここは学者と書いてますけど、これ市民だと思います。これですから今回のですね、先生方のこの調査っていうのは、こういうなぜこういうふうなことが起こっているんだろうということを丁寧に揉みほぐしてですね、見られてですね、しかも後藤先生のお話でですね、最後の政策的には外出を福祉有償とかで出ていけるようにしていきましょうということでお話をされるんですけども、ですから危機感を共有しながら希望を語っているというところに、ここの良さがあるのだろうなと思ってます。ただ今回神林先生のお話にあったようにですね、実は外出ができてたりですね、実は機能自体は確保されているというところであってですね、実は危機感を煽った方がいいのか、どうしたらいいのかというのはちょっとここは悩ましいなと思って、次お願いします。ここをちょっと飛ばします。次お願いします。最後お話ししたいところです。危機感を呼び起こしてですね、皆さんに一緒に立ち上がって共感してもらわなあかんというふうに思ってるんですけども、これはちょっとご質問 に当たりますけれども、大変非常に複雑な分析をいただいてですね、これを多分市民の方にお見せしてですね、一緒に立ち上がっていただこうとするときにですね、なかなかご理解というのは難しくなるだろうと。で選択の科学でも言われてますようにですね、やはり人は選択するということは人の本質的な問題で大事なんだけども、情報量が多くなりすぎると人っていうのは選択できなくなると。となりますと、この先生方の情報っていうので
じゃあこれでどうしたらいいのっていう共感に至らせるとするとですね、やっぱりどこかで情報の取捨選択っていうのをせざるを得なくなると思うんです。ですから大学の人間でここの結果っていうのは大変理解できるんですが、これを市民にアウトプットするときにですね、これはすみません、最初後藤先生のですね、ケーパビリティアプローチの利用可能性というところかと思います。後藤先生もおっしゃられてたように大変貴重な理論であって、面白いと思うんですけども、これを理解していただこうとするとかなり難しいというところも含めて、どういうふうに情報取捨選択して、その取捨選択するときに C を入ってないとこをどう保証するのかなっていうところは今の私の悩みでございます。すいません、ちょっと長くなりましたが以上です。大変どうもありがとうございました。少し駆け足で報告いただくのはもったいない、豊かな内容があったと思います。特に福祉優勝運送に関する一覧になっている表はちょっと係の方もう一度戻して見せていただけますか。普段からそういう活動をしている方たちがどんなに今苦労をしながらやっているのかということを少しサジェストしてくださるような表でしたので、ちょっとまた丁寧に見たいと思います。はい、はい、それでは、続いて、ジュニアフェローをやってらっしゃる加藤明人様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、一橋大学社会学研究科ジュニアフェローの、加藤明人と言います。すいません、よろしくお願いします。自己紹介と、僕自身はずっと国立の障害の分野で、活動をしてきましたので、その活動の紹介と簡単なコメントという形で、お話しさせていただきます。僕自身今一橋大学社会学研究科のジュニアフェローとして、勤務しておりますが、学部からですね、社会学部社会学研究科と一橋で、ずっといました。2010年入学なのでもうだいぶ長くなってきたんですけれども、国立でとってもお世話になりました。で、専門は社会学障害学という専門を掲げていますが、これは全くの後付けで、むしろ国立で障害のある方を支える運動と出会う中で僕が見つけたものなので、やっぱり僕の原点は障害者支援あるいは運動の展開というところにとっても自分のベースがあるなというふうに感じています。具体的にはですね、福祉分野でいうと社会福祉法人海遊というところがあります。知的障害関係でところで、とりわけ国立市で最初に重度知的障害者のグループホーム、当時生活寮って言い方してましたけど、作られたところで、大学の先輩に人いないからちょっと手伝ってよみたいな感じで関わり始めたのがきっかけでしてね。でその後にですね、国立は身体障害者の方の運動がとても強くて、天野さんっていうとみんなご存知だと思いますけれども、身体障害者の方の自立生活、施設ではなく家族でもなく地域で生きるんだっていう初めの運動にとしても介助として関わっていました。それから今日は福祉なので少しはずれるかもしれませんが、社会教育もとっても重要なテーマかというふうに思います。国立は例えば国立の公民館の障害者青年教室、ワイガヤですよね。80年代から始まって障害者がみんなとにかく街に出て一緒に共に生きようっていうムーブメントを、まさに障害当事者がずっと支えて活動してきましたし、あるいは僕自身が一番お世話になっているのは実は国立5日制の会っていうすごいとっても小さな団体なんです。5日制の会の5日制っていうのは学校週5日制のことでですね、要は学校週5日制が起こって土曜日が休みになると健常者はいいけれど障害者は学校に行き場所がなくなるじゃないか、それは家庭に結局戻ってしまうことになってしまうんだから地域で生きられないじゃないかっていう、じゃあ自分たちで活動を作ろうっていうところで活動が始まった団体なんですね。なのでこうしたいろんな方々にお世話になりながら僕自身は、研究というかな活動を続けてきました。でコメントに入る前にまず最初の感想なんですけれども、障害者と外出というテーマの重要性というのかなについて簡単に触れたいと思うんですけれども、今まさに僕が言ってきたようにさまざまな活動がずっとこう続けられてきましたし、国立市では特に地域で自立を求める活動っていうのはもうずっとあった。ただ何ていうのかな、重要であることは認識されつつもなかなか正面から取り組まれなかったテーマかもしれないなというふうには思っています。例えばですね、福祉の文脈だとどうしてもやっぱり衣食住と外出みたいな形でくくられて、例えば介助の福祉のメニューって大体まず家の家事援助から始まって外出は後みたいな感じになっていて、どうしても衣食住と比較してあるいは外出っていうのは少しこう位置づけが下がったりですか、だからあるいはなんていうかなっていうことが結構あったりします。ただ今日の報告では全体としてまずこう
障害に関して言えば、まあ、平均値とか、ね、外出が少ないっていうことと、もう同時にさらに二極化の傾向があるっていう、あのこれ自体は経験的には多分こう皆さん気づいていることなんだと思うんですけれども、こうした形でまずはっきりこうあの指摘されたってこと自体がまず非常に重要なあのことかなというふうにして思います。まあ、これが全体のコメントです。まあ、であえてあの論点というか、あの一つだけこうあのちょっと情報が多くてあれですが提起させていただきますと、あの障害学の分野では障害の社会モデルというふうなあの考え方をあの基本的にはしています。障害の社会モデルというのはまあ基本的にはインペアメント、まあ、身体の機能制約と、まあ、その障害当事者が受ける社会的な制約ディサビリティをまあ一応こう区別した上で、あのまあ社会的な不利益を解消するためには、まあ、身体とか機能制約を変えるのではなくて社会を変えていくんだって、そういうふうなこう議論があるわけですね。まあ、もう少し言い方を変えれば、障害当事者が本人が障害を克服するのではなく社会を変えていこうんだって、そういうこうなあの、まあ、発想があるわけです。で今日の調査の中で、重要な知見がいくつもあって、まあ、利用能力と機能が相関している。でただなんていうかな、利用能力が、まあ、個人で見た場合利用能力が上がることが必ずしも機能の達成にどこまでつながるんだっていうこともあったかと思います。まあ、なのでこうしたあのケイパビリティ調査 の, あの知見というのを障害の社会モデルみたいなこう発想とどこまでこう照らし合わせた時にこう、まあ、実際に僕らができること、あるいはこう何がしたらいいのかっていうことについて、まあ、これはちょっと大きな問いになりますけれども議論していただけるとできるといいかなと思いますし、こうした議論というのは、まあ、学問のみならず、まあ、障害学自体はあのまさに運動あの実際の障害当事者とつながってきましたし、まさにインクルージョンという話をあの副市長さんあのがなされましたけれども、インクルージョンの基本的なあの考え方にもつながることですので、まあ、であのこのケイパビリティ調査からどういうふうにこう社会を変えていくことができるのか、我々に何ができるのかっていったことをあの議論できればいいかなというふうには思っております。長くなりましたが以上です。はい、加藤さんどうもありがとうございました。あのやはり経験に裏付けられたあの質問コメントっていうのはとても重たいものがあります。ありがたいものがあります。皆さんあの時間をあの主に守ってくださって、あの急いで語ってくださったので、あのまだまだたくさんの時間があります。これからだいたい3時半まで1時間くらいあのできればディスカッションしたいと思います。それであの今大まかな方向を示してくださったのですが、細かな点等も含めて質問コメントがありましたら、あのまた、お願いをしたいと思います。それからその間に、フロアの方たちも、質問コメントを考えておいてください。それではあの、先ほどあの少し、メンションされていた岡村先生からもう一度コメントというか質問をお願いできれば。はい、じゃあどういうふうにしましょうかね。まあ、あのケイパビリティシンポジウムですので、あの話題提供をいただいたものに関してちょっとあの、まあ、どっちかというとその交通というか、まあ、乗り物というふうにちょっと言ってしまいますけど、あの乗り物をじゃあどうしていくのかということに関してどんな示唆が出るんだろうかというところで、あの、まあ、私の悩みも含みつつ、例えば神林先生からあのなんかコメントをいただけるとありがたいと、そんな形にしたいと思います。要はあの能力の向上が個人の諸機能の向上にどうつながっていくだろうかというところで、あの全体を通して例えば相関を見るとか個人の変化がどうなっているのかというところをご紹介いただいて、それが非常にあの個々の具体の施策につながる重要なあの結果なんじゃないかなと思って拝見をいたしました。で私は交通、まあ、広い意味での交通計画でいうと、要は乗り物としての交通が例えば進化するとかあの改善されるとかそういうことが起こると、じゃあ個人の能力というのは果たして上がるんだろうかっていう、でそれ上がると信じていろんなことをもうあのなかなか手がない中でやってきているわけですけど、だって本当に便利になった、まあはっきり言うと便利になることなんですけど、乗り物でいうと便利になったら能力が上がるのか、で能力が上がることによって、まあ、乗り物の立場でいうと乗ってくれるのかっていうことなんですね。で先ほど福祉優勝の場合では利用者が増えたというところですけど、多分前と後でだいぶ制度が違うようなところがあるので、あの増えたというのがいい状況かどうかというのは多分これはまたあの福祉庁にまたどっかで機会があればですけども、まあ、広い意味でバスなどを考えたときに、あの
便利になったら能力向上するんだろうかというのと、あともう一つは能力の向上が初期能が向上するということになったんですけど、多分いろいろまだらになっていて、ある能力の向上というのが非常に初期能の向上に役立つんだけども、ある能力は実はそうでもないと。でもしかしたらっていうちょっと疑念があって、乗り物としてのあの性能が上がることが実は能力の向上につながってないのかもしれない、またはその能力の向上が初期能の向上にもしかしたらつながってないんじゃないかと。それが実は交通担当の悩みみたいなところがあって、お金たくさん使ってるんだけどなんか全然不便だとか言われるし使ってくれないし、なんかお金どぶに捨ててるとか言われてるんだけど、すごくこっちはなんか知恵を使ってるのになんでっていうところなんですね。なので交通をやってると、もしかしたら交通以外のところで能力向上を目指していく方が最終的には初期能向上につながるんじゃないかと。であくまで交通はその、あの後押しのような形でやっていった方がいいんじゃないかって、そう言われると福祉の方に怒られるんですよ多分乗り物であの努力してないんじゃないかって言われちゃうんですね。なんですけど、例えばあの外出先での、 あの例えばそれライブラリーに行きたいっていうものがあれば出かけるけど、行き先がないのに出かけないって、あの引きな話申し訳ないけど、お酒は嫌いの方じゃないんですけど、あまりお酒を飲み会人を誘うタイプじゃなくて誘われるのは好きなんですけど、誰も誘ってくれる人がいないので全然飲みに行っておりませんが、多分あのそうなんだから、あの飲みに行くってことだけでいくとですね、私 の、 あ の、 なんかあの初期能というのは非常に今下がっているんですね。あの飲みたいという気持ちもあるし、能力もあのお金も暇もあるはずなんですけど、健康なんですけど、多分それつながってないですね。だから乗り物ももしかしたらそんなところがあって、あの乗り物一生懸命やっても初期の向上しないっていう、でそういうことを例えばあの例えば神林先生 の、 あの結果などから、なんかこの乗り物の進化というものにつなげるとどういうふうな解除ができるのかなというふうになんかちょっと思ったというところでございます。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。お願いします。入ってるかな、大丈夫ですか。大丈夫、はい、あの2点ございまして、1つは、かなりなんて言うんでしょう、こうちゃぶ台ひっくり返すような話なんですけれど、あのこの調査をですね始める時というのはやはり福祉有償運送というのがありましたので、外出する時に福祉有償運送を使ってるか使ってないかでなんか結果が違うんじゃないかと、これを確かめようというのが、まあ、非常に素朴なあの疑問だったんです。ところが調査を設計した時にですね、そのいや外出してない人はどうするんだと、外出しないんだったら福祉有償運送なんて関係ないじゃないか、でこういう人たちをどういうふうにこう比較の対象に持ってくればいいんだろうかということをみんなで考えたんです。でそうするとそもそも外出か在宅かっていうのを区別する必要ないんじゃないかっていう考え方に行ったんですね。でなのでこの調査の一つの特徴は、外出したかどうかは聞いているんですけれど、外出した時にどんな嬉しいことがあったのかということと同時に、在宅した人に関しても在宅した時どんな嬉しいことがあったのかっていうのを聞いているんです。で先ほどのパネル調査の特徴からすると、例えば1回目に外出した人、1回目に外出して2回目に在宅した人っていうのは同じ人にですね、在宅した人にどれぐらい嬉しかったのか、在宅した時にどれぐらい嬉しかったのかっていう情報を聞いているんですね。でこういうことを考えると、実は先ほどの乗り物っていう話なんですが、乗り物っていうのを考えた時に、普通の人は乗り物っていうのは家の外で乗るものっていうふうに限定します。ところがこの調査から出てくることっていうのは、実はうちの中でも乗り物必要なんじゃないですか、うちの中の乗り物とうちの外の乗り物の違いっていうのを考えないといけないんじゃないでしょうか。ではっきりとは出てきていないんですが、これから先分析すると多分そうなるっていう予想があるんですけれど、実は在宅した時にどれだけ周囲のものを使えるのか、自分自身を使えるのかというところが実はポイントで、在宅した時にあんまりうちではハッピーになれないから外に行くというような人たちも一定程度いるんじゃないかっていう予想をしています。そうするとちょっと福祉輸送運送の話とは逆転されちゃうんですけれど、
外に行った時にどれだけハッピーになるのかっていうことを一生懸命やっていたわけですけれど、実はそれと同時に在宅した時にどれだけハッピーになるのかっていうことを同時に考えなきゃダメだっていう話が透けて見えてきています。でなので一つ目のそのちょっとちゃぶ台ひっくり返すっていう話は、いや乗り物ってそんななんかこうあれですよね、例えば大学の中でなんか楽ちんに動けたらいいなと思うとか、あるいはその乗り物といっても自分が動く乗り物じゃなくて、例えばその何て言うんでしょう、冷蔵庫が勝手に動いてくれる、これもまあ乗り物の一つだっていうふうに考えるとかですね、発想の転換が多分必要 でそういうふうになんかこう地図をですね広く描くと別な側面が見えてくるんじゃないかというふうに思います。でこれがまあ何ていうかこう一番極端なアンサーですね。でもう一つの極端なアンサーというのが、こうやって回帰分析をしてみると、ある意味経済学研究というのは大抵そういうところになるんですけど、ちょっとディズマル、なんかこう憂鬱な科学だ、ディズマルサイエンスだっていうふうに言われることが多いんですが、結局ですねあんまり夢が出てこないんです、ね、経済学の研究、実証研究って。で今回の場合も結局結構眼見に出てきているのは、なんだかんだ言って個人の、ここで言う個体の利用能力です。個人がどれだけ元気なのかっていうことが重要であって、で人とどうやって付き合うかとか、あとその環境をどういうふうに利用するかっていうのは実は第二次的セカンダリーだという結果が出てきています。なのである意味そのソーシャルインクルージョンというお話が先ほど来出ているんですが、まあ、それをどれだけ真面目に議論するかというのは、最初のその個体利用能力の部分というのがもし 100% アシストすることができているのであれば、次の段階としてソーシャルインクルージョンとか環境の整備とかっていうのを、こう議論するという順番になるという話が出てきて、この考え方自体は、まあ、なんていうか100年前というか、なんていうかなんかこう、こう多分その福祉学的には昔の話なんですね。元に戻るというような話になってきて、でこの辺がどうやってこの研究を評価するかということになるわけなんですけれど、すごくコンサーバティブに保守的にこの研究を評価するとなると、ソーシャルインクルージョンの話はセカンダリーであるというインプリケーションが出てくるということですね。でここがもう一つのちょっとコメントというかリプライになるんじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。なかなか核心に迫ってくる話ですね。今話されたこと の利用能力の質問の一覧というのはもう一度確認すると、これを我々は、全部の中を、3つに分けたわけですね。一番上が環境対環境、環境的なバリアをどうがどうであるか、それに対して続いて対人バリアですね。あ、違う、ありがとう。うん、そうですね。で、人の眼差しが突き刺さるというようなものもここに入れてあります。それから個体というふうに我々が呼んだのは、残念ながらいくら環境バリアを改善しても、あるいは人々の理解が進んで心のバリアがなくなったとしても、本人の中に自分の心や体の調整が難しかったり、急な疲れに対処できない、出費時間っていう、こういった問題ですね。でただこれらを今は個体っていうふうに呼んでいますけれども、例えばその人の全体の所得の中で交通費に使える金額というものがもう少し増えれば、この出費をしてしまったっていうようなものは軽減する可能性はあります。だから時間に関しても、高齢者もまたもっとゆっくり自分のために時間を使ってよいということが当たり前になってくるとすると、林先生のライブラリーに行って本を読むというようなこともあるかもしれない。だから大きな
区分として環境と対人と個体と分けているんですけども、もちろんこれはきちんとクリアに分かれるものではなく、何らかの形で社会的な支援対策の可能性はあると思います。竹内先生どうぞ何か、後藤さんよろしいですか。ここでちょっとフォローしておいた方がいいと思うんですけれど、こういう形で、利用能力というのを12個の要素を今作っているわけですが、例えば先ほど来議論になっている乗り物が便利になるという状況がこの能力とどう関係するかというと、そんなに前提として1対1の関係ではないんですね。乗り物が便利になるっていうのはこの中の段差がきつかったっていうところだけを改善するのかというと、そうかもしれない、そうかもしれないし、その例えばその乗り物の便利になったという便利の中で、例えば運転手さんと非常にコミュニケーションしやすいような、そういうようなバスになった場合はちょっとした会話がしづらかったっていうところに影響を及ぼすかもしれません。で、あるいはその費用ですね、費用がどれぐらいかかるかというので、この予定外の出費っていうところに関係するかもしれません。なので乗り物が便利になるっていうのは総合的な評価なのであって、その中でどういう要素の利用能力を改善するかというのはそれぞれどうなるかは分からない。これがケイパビリティアプローチの一つのポイントです。なので繰り返しになりますけど、乗り物が便利になる、そうするとこの12個の利用能力の中のどこかにこう影響を及ぼして、このベクトルがちょっと変わるわけですね。で、そうするとそれが結果として初機能にどういうふうに反映されるのかという、こういうロジックを取るようになっていきます。これがケイパビリティのアプローチの特徴だということで補足をしておきたいと思います。ありがとうございました。それでは竹内副市長どうぞよろしくお願いします。非常に今の話は面白かったです。示唆的だったですね。で、確か前回2年前ぐらいになりましょうか、最初の調査の報告をいただいたときにですね、私が意外に思って非常に成果と思っているのは、実は在宅の時に、いかにその快適な環境をですね維持するかということが重要であるということを教えていただきました。で、今回ですね、市の方で福祉交通支援基本方針というのをですね作りました。で、これはですね、つまり対象者をですねいくつかに分類をして、その対象者ごとにどういう、交通手段が用意されているかというのを分析をしました。で、これは一般のですね、健常な方であればいわゆる自家用車に始まって電車バスの公共交通があり、で、障害をお持ちの方であればそれに相応した、いろいろなサービスが用意されていて、どういう公的なですね取り組みがされているかというふうに一覧表にしました。で、さらにですね、通常は入れないと思いますけれども、住宅の改造計画とかですね、この中に実は入れていただきまして、いただきましてというのもおかしいんですが入れましてですね、行政としてもその部分を重視したいと思ったんですね。つまり家の外の交通ということもそうなんですが、住宅の中の移動手段、快適性みたいなものが実は重要だということを示唆としていただいたというところがあります。で、ここで考えたのはですね、2点目の方のその個体能力と掛け合わせてみると、いわゆる自分の周りにある環境をどうやって使いこなすことができるか、つまりある種のそのアフォーダンスというような考え方ありますけれども、それに気づく能力というんでしょうかね、個人が物を使って自分のその潜在能力をどうやって発揮できるかという能力を高めることというふうに今2点目の方を伺いました。で、ソーシャルインクルージョンがセカンダリーだっていうのはちょっとショックはショックなんですが、その前にですね、やはり本人が自分が何をしたくて、おそらくですね、これ自分自身が気がついてないというようなこともあると思うんですね。そうするとどういう世界に行くかというと、一つは教育っていう世界に行くと思うんですね。で、少し手前味噌になりますが、国立市はですね、幼児教育に力を入れようということで、非認知能力、いわゆる認知能力でない能力をどうやって高めようかということを目指してますけれども、場合によってはその成人になったですね、いわゆる
大人の人がですね、自分の能力をどうやって考えて、周りの環境をどう使えて、あるいは環境を改善をして、自分の潜在能力をどうやって発揮していくかというような機会といいますかですね、取り組みっていうのも必要なのかなというふうに今お話を聞きながらですね、考えたところです。ちょっと感想だけなんですけれども。素晴らしいです。ありがとうございます。大きな理論的な飛躍展開があったと思います。自分自身の能力に気づく、そしてそれをどう利用する力を持つか、それは家の中にいても外にいても発揮できるもの、逆に言えばどちらにいても必要なものだから、両方から働きかける必要があるというようなことがとてもよく分かりました。ありがとうございます。関連して林博樹先生、よろしくお願いします。はい、質問としてはですね、私この環境対人個体っていう、さっき出てたあれ、利用能力のあれを見て、WHO の ICF、はい、国際、生活機能分類のアプローチなのかなってちょっと思ったんですが、そう理解していいんでしょうか。そうですね、それも参考にしました。それからおそらく交通の先生たちがご存知だと思いますが、このオリンピックに関連して、実はバリアフリーっていうのをどう公共交通で広げるかというのを、かなり国が、政府が専門的に会議をしているんですね。でそこでいろんな障害を持つ人たち、30種類の障害の人たち、それから高齢者、妊婦さん、そういう人たちもみんな当事者が集まって、それでどこがどういう障害バリアがあるのかっていうようなことを一覧にまとめた、私はかなりそれも参考にしました。はい、それらがただアンケートという言葉の中でどうそれを表現するか制約があったので、このような形になったというふうにご理解ください。ありがとうございます。この、私さっきチェックリストとしても、この利用能力と初期の使ってみたいって申し上げましたが、環境対人個体の関係なんですけれど、私 ICF のアプローチっていうのは正しいんじゃないかと思って、いるんですね。ただ、実際ですね、こういうことがありました。我が家で89歳の義理の母がいるんですが、転んで膝小僧のお皿が割れちゃったということになりまして、全然元気な人なんです。要介護認定受けてません。全然全く元気なんですが、それによって膝が曲がらなくなってしまったわけなんですね。で今リハビリ中なんですが、先ほど家の中の移動もあるんじゃないかっていうのはまさにそれでして、2階建てでして、我が家2階に母の寝室があって、2階に上がれなくなっちゃったんですね、膝が曲がらないので。ですから環境対応としては1階にベッドを購入しまして、だからそういうふうに環境をですねちょっと変えるっていうことをやったりしたので、確かに、この環境を変えることによって利用能力っていうのかな、それを上げたっていうのはまさに見たんですが、ただですね、本人はやはりこの個体というか、膝が曲がるようになれば、もう膝を伸ばした形の歩きはできるようになってきたんですね。あとは お茶とか、家でお茶とかやってるお茶の先生とかやってた人なので、やはり正座できるようになるっていうことが大事で、でそれはちょっと環境要因を変えたり、収入をして対人関係を変えたりするのでは無理で、さっき社会アプローチって話があったかな、社会モデル、
社会モデルではね、やはり膝が曲がらないので医学モデルが必要だなと思って、そうするとまあちょっと ICF アプローチからすると元に戻っちゃうみたいなことになるんですが、っていうので、だからそれと似たようなことでケイパビリティアプローチ、まだ私完全に分かってるわけではないんですが、なんかその前に進めるっていうために、利用能力そのものよりかその環境とかいろんな対人関係とか変えていくっていうことはもちろんいいことだとは思うんですが、同時にやはりですね、結局本人はやはり膝が曲がって正座ができてお茶の稽古ができるようにしたいわけですよね。そのことを考えると、それはどういうふうに考えたらいいのかなっていう、ちょっとケイパビリティアプローチっていうのはやはりもしかしたら懐の深いアプローチで、そういう場合はやはりその膝が曲がるようにね、何かこうするのもケイパビリティアプローチなんでしょうかっていうのがちょっとややこしいですが質問です。ありがとうございます。とても大事な質問だと思います。加藤先生がおっしゃってくださったように、社会モデルっていうのが非常に大きなインパクトを社会にもたらしたわけですね。まさに障害者に対する見方を大きく変えたと思うんですが、障害者自身にやはり辛くなる時があって、そのモデルであると自分の中に残ってくる、やっぱり障害者だろうと非障害者だろうと、特徴とか癖とか得意不得意っていうのはあるわけだから、でそれが変化することもあるわけですし、だからそうなると社会モデルで突っ走ろうっていうんではなく、やはり自分に戻ってきて、で自分らしさっていうのが何なんだろうかっていうふうに、どこかで今までのやり方ではちょっとできなくなって、自分らしさを少し自分の見方を変えるっていうようなことも必要になってきたりもする。だからそれはまさに個人個人で違ってきますので、大きなフレームワークとして私たちはやはり3つ、この3つは残しておく必要があるだろうというふうに思いました。それが個々人でどんなふうにウェイトが違ったり、そうですね、それがまた個人の中で変化するのかということをまさに見ていかなければならないように思います。ありがとうございます。はい、よろしいですか後藤さん。今の林先生の疑問ってとてもいいクエスチョンだと思うんですね。で多分解放は2つあって、医療技術が超絶発展して、膝が全く良くなる、これが一つの解放ですね。でそれはもう個体利用能力が改善するってことだと思うんですけれど、あともう一つはお茶っていうのは正座するもんだって思わなくなる、これがそのある意味社会モデルで、でもともと正座できない人だってお茶楽しめるはずでしょっていうのがその背後にある考え方ですよね。なのでお茶っていうのは正座をして、儀式をしないとフルに楽しめないものだっていう考え方を改めるっていう方法です。でこの2つの方法っていうのが多分社会の中では同時に成立をしていて、で古典的には前者ですね。でなんとか医学的になんとか便利な論理物を作ってみたいな話をしていたんですけれど、最近というか近代というかここ数十年ぐらいに後者の考え方が出てくるようになって、それをバランスさせなきゃいけないというのが現状だと思います。ところが各研究者によってはどちらかに偏ってしまっているので、それをバランスを取って全体を議論しようっていう話が意外にないっていうのが自分個人の現在のところのこの分野の評価というか認識です。でケイパビリティアプローチというのはある意味非常に中立的なアプローチで、その2つを多分本質的に区別してないんだと思うんですね。どっちでもいいよっていう、ただその要素は全部認識しているんですけれど、その中のどれかを改善すれば絶対こうなるっていう一点集中突破っていう話ではなくて、
でどれもこれもきちんと見ていかないといけませんというのがケイパビリティアプローチの一つの特徴なんだというふうに理解をしています。でこうやって議論を重ねていくと意外にこうできることがあるかなっていうことが実際の政策のレベルでもですねっていうのが出てくるんじゃないかなっていうのが2年ぐらいですね調査やった自分たち の, 直感的な理解です。ありがとうございます。すみません、はい、あ、すみません。今非常に興味深いお話を伺いまして、でやはりその、まあ、例えば今お茶の話だったんですけども、そこでじゃあお茶を続けられるように、じゃあ一つはその正座でないスタイルのお茶っていうのもあるだろうっていうふうな発想がいく場合もありますけども、その前にやっぱりお茶を諦めてしまうっていうこともあると思うんですね。で多くにして特にその高齢者の場合に、まあ、それが要介護の方であっても障害の方であっても、あるいはその認定を受けてないようないわゆる一般で元気と思われている方であっても、やっぱり 現実何かの、まあ怪我であったりイベントがあった時に諦めてしまうということがあると思うんですね。やっぱりそこの時に本当は諦めなくていいっていうその実態を明らかにするのもこのケーパビリティ の調査だと思うんです。で決してそれをお 茶を、お茶だけじゃないですが、でよくあるタイプの話はじゃあ新しい生きがいを見つけましょうとか、新しい趣味見つければいいじゃないかみたいなことを、まあ、結構病院に聞かれたりとか需要とかですね言われてしまうこともあるんですが、やっぱそれは本当にその人らしさを否定してしまうものでありますし、その人らしさが本当に生活の中で実現できることではないと思うんですね。ですからそこで需要とかなんかこう綺麗な言葉で諦めさせる方に行くとかでなくて、いかにその人がその人らしさを発揮できるようにしていくのか、決してそれはわがままでもないですし贅沢でもないはずなので、でそれがこのケーパビリティっていうところに着目することで見えていくのではないか、でその生活を、サポートするということができるんじゃないかというふうに思いました。ありがとうございました。加藤先生どうですか、関連して。はい、はい、ありがとうございます。まずそうですね、僕丁寧にリプライしていただいたかなと思います。とりわけ、まあ、社会モデルを強調したのはですね、まさに経済学はディズマルな学問であるということをおっしゃってましたけど、個体能力ですかねを高めることが、まあ、やっぱり障害学の人間としてすぐやっぱりリハビリとかあるいは予防につながりかねないっていうことについて、まず最初に確認しておかないと、この全体としてまずいかなっていう点で確認させていただいたところ、能力っていうのは、このケースでもう少しこう幅広いところで取っているしっていうこととか、さまざまいただけたかなというふうに思いました。僕から付け加えるのであれば、さらに言うと障害の社会モデルもいろんな限界もあれば、同時にこう批判もなされています。インペアメント身体の損傷はまさにそういうところがありまして、例えば慢性疾患みたいなこう体の症状が波がありますよね。そういったものはじゃあインペアメントしてどう捉えていくんだ、それはむしろ障害の社会モデル本当に含まれているのかみたいな話が、どちらかというと英語圏のものでバランスがない取るものがないっておっしゃったのは英語圏のものではでも特に議論が進んでいて、少しずつ議論が進んでいるところですし、まさに慢性疾患とかあるいは女性の経験とか含めたフェミニズムからのクイア理論からの批判を通して障害学もまたさまざまな形でまさにこういろんなものをこう含むというかなアクセスできるようにというふうにも思っています。ただこうバランスを取るっていう試み自体がですね、この障害の社会モデル自体がこうなかなかこう根付いてないところでバランス取ろうとするとむしろこう負けてしまうみたいなところもあるので、そこはこうパワーポリティクスな部分があるので、ただ僕としてはそういうことだけ簡単に説明だけさせていただきまして、その上で何とかな外出っていうところに行ったんだけど、でも改めてやっぱり在宅が必要なんじゃないかとか、そういったこうなんか研究のなんかプロセスっていうのをもう含めながら、なんかもう一回こう何とかな社会モデルそのままでっていうよりも、でも何て言うかな、もう一回こうどういうふうにこうじゃあ改めて丁寧にこれはできるこれはできないみたいな形でこう不分けができていけるととてもいいのかなっていうふうに思いました。ちょっと大丈夫かな、そういった簡単なコメントかなという思います。もうちょっとあれですけど、例えばこう痛みがあるっていうケースについては、例えば医療いわゆる西洋医学とは違っても、例えばこう自分なりにこう痛みをこうなんか和らげるっていう方があるとか、そもそもちゃんと針とか含めて違った形の医療へアクセスするっていうことを何ていうかな障害の社会モデルは完全にこう否定するわけでもありません。むしろそういうこともあるし、
お茶の話ですよね。自分ができないんだったらむしろ障害者運動、自分で箸を使えないんだったら犬食いすればいいみたいな、そういうことを言ってきたわけで、まさにそういった発想ともなんかケイパビリティアプローチとかな、がつながりうるのかなっていう可能性を感じました。以上です。どうもありがとうございました。井上先生、もしよければ、例えばこちら機能の方なんですね。機能のリストです。先ほどのが利用能力で、で機能の方はむしろ困難、どんな困難があったのかっていう形で困難体験を聞いているんですね。それに対して機能の方はもう少し何ができましたかっていうポジティブな聞き方をしているんですね。で実際は利用能力がかなり制約されていても機能の方の達成はさほど低くならなかった人もいれば、逆のタイプもある、ね、そういうのはいろんな調査結果ができて出てくると、そうこの利用能力と機能の間に一体何があるんだろうっていうのも私たちの関心になってきます。はい、もしこのあたりで、ご質問がありましたら、そうですね、パネラーの方どうですか。井上さん、もし井上先生、もし何かございませんか。ちょっと外れてるかもしれませんが、はい、今までセカンダリーというお話があったんですけども、私ども授業で交通って何かって教えるときに本源的なものがあってですね、本源的な需要があって、交通っていうのは派生的な需要だよっていうことを教えててですね、なんかそこと一緒だなって、実はショックを受けたように見えながら実はそうでもなかったと。ただ宇都宮大学の先生がある調査されてまして、どこでもドア調査っていうのをされててですね、通勤でさえもですね、どこでもドアと通勤を選ぶんかって言ったときにですね、実は今の通勤を選ぶ人が一定数いてはるっていうのでですね、実はまだ私どもも解ききれてないですね、移動して何かの良さっていうのがあるというふうに私ども信じております。なんか交通の人間やかめんどくせえなって言われるかもしれませんが、そういう意味ではですね、私はこの交通、もちろん在宅環境の整備っていうのはこれは多分本源的に大事な改善事項だと思います。私非常に困難な方について交通でそこを直せるかっていうと私は直せないと思ってます。ただ食事療法とかですね、いわゆる漢方薬みたいなもんで、やっぱりその生活の仕方とか、そこ、それは先ほど副市長がですね、町の作り方っておっしゃられたところもあったんですけども、人がどういうふうにずっと暮らしている町をどう作っていくかっていうところは非常に困難な状況の方を直すわけではないんですけど、フレイルに陥らないとかですね、私ども富山大学でいうと未病って言ってたりするんですけども、病の前に対応しようとすると、やはりその交通とかですね、町っていうのはちゃんとしとかなあかんのじゃないかなという意味で、もちろん今回のお話で障害をお持ちの方というところの、そちらの方々の問題を解かなあかんということも大変大事ですし、そこに福祉有償運送がどう関わっているかということも大事かと思うんですけども、そこ以前の今そこを支えられてて今動いておられる方っていうのは、実は移動とかで漢方、その生活のスタイルっていうのが実はそういうふうな機能とかですね、あと場合によっては利用能力側も支え上げられててっていうところがあって、ちょっと事実的にその困難なところからというところだけの議論ではなくて、フレイルみたいなところ、要するにこのケイパビリティアプローチもケイパビリティも多分連続的に変わっていくと思いますので、そこにおいてのそれぞれのかかり方っていうのはあるのかなと思ってまして、そういう意味では何か今までの議論は全般的にというところだったんですけど、何か軽いところとかですね、その度合い別に今後そういうふうな分析ってされるご予定ってあるんでしょうか。ちょっとすいません、後藤先生からの振りとちょっと違うところの質問になってしまって申し訳ないんですけども。理論的に言うとですね、まさに今おっしゃったことになります。でこれは単純に10の項目になっていますけれど、理論的に言うと離散無限、これがあるわけですね。でそれをこうどういうふうに集約するかということに関してもいくつかフレームワークがありまして、単純に足せばよいとか、そうではなくて何かこうもうちょっと何て言うんでしょう、二次モーメントを使わないといけないとか、いろいろな評価方法はあると思います。で今回のレポートは
もうそういうことを全部無視してとりあえず足しますって言って足してるだけなんですけれど、なのでそこは専門的な方針になるのかなというふうに思います。でただそれはあんまり自分の理解だと、まあ、後藤さんがご存知ですけれども自分の理解だとそこまで成熟してない気がしますね。でこういうやり方もあるしこういうやり方もあるしっていうのが複数提示されていて、これで OK っていうそういうやり方はまだ発見されてないのではないかと思います。ありがとうございます。この後また、アカデミック、ケイパビリティアプローチという会をぜひ設けたいと思いますのでご参加ください。はい、それではフロアの方からご質問コメントを受けたいと思います。どなたでも手を挙げてくださって、そしたら学生がマイクを持って走ってくださいますので、ご自身のお名前とを簡単にお話ししてからコメントをいただければと思います。どうぞ。はい、山瀬さん。国立さくら会の山瀬と申します。今まさにここで紹介していただいている福祉有償運送の事業団体の母体となっていますが、いろいろお話を聞いてて私もちょっと時間がないので慌てて質問してから結果聞かずに帰らなきゃいけないかもしれないんですけど、今現状ただ現状だけを言うと3年前からこの活動が活発になってきたんですけど、今まで林先生とも15年ほど前だったと思いますけど一度お会いして近畿大学の三星先生を呼んで勉強会をしたりとかいろいろやってきたんですけど、全く話がどこにあるのか見えません。いつになったらどこの手に達するのかっていうのを頑張りながらやってるんですけど、新しい事業者が増えることを望むとか何か言われても事業者が出てきても倒れるはずっと今度は同じ状態になってます。でまさに林先生が言われるようにお母さんがそういうふうになる前に介護予防介護抑止で今度やらなければいけないこととかいろんな部分があると思うんですよ。ただただ今うちの状態で言うならばケーパビリティもそうなんですけど、裕福な方とても今度はがんとかなんかの治療でお金を使ってしまってもうとてもとてもタクシーを使えないとかいろいろな方がいます。すべてを一緒たくれにしてから話をするわけにはいかないですけど、やっぱり国立時代どういう状態、町の中を考えてもらうといいですけど、今うちの高齢者、うちはほとんど高齢者を高齢者に特化したような格好になってますけど、病院に行くってなったら多摩総かそれか立川の総合共済災害医療センター、ここが主になってます。じゃあ国立の中でメディカルクリニックっていうのがありますけど、一方通行で非常に交通の便が悪かったりとか、ここら辺の部分を今度は逆に町づくりの面でここに停車場を作るとかいろんな部分でやっていただければ非常にありがたい。片一方の方向からしかドアが開いて降りれない、これ降りれないだけでもかなりのストレスになります。でタクシーとかバスっていうのは必ず同じ場所に泊まれるんですけど、福祉有償運送って多摩荘に行って今見てもらうと分かるんですけど中央玄関が閉鎖されてます。コロナで今まで福祉有償運送を下ろしなさいって言ったところにタクシーがドッカンと入ってきて、タクシーが入ってきたのはいいんですけどその前に今度はじゃあ駐車場作っちゃったと、駐車場作ることによって全部交通が止まってしまって、交通の一番尻尾が多摩蘭坂の下中和寮ですかね、一橋のあそこのところまでずっと伸びることがあります。ここら辺からもやっていかないと非常に今度はタクシーに乗っていく、福祉有償に乗っていく、でも今度は病院に着かない。病院では何て言われるかっていうと、なぜ救急車で来なかったんですかと、いや救急車来ませんからって言っても、あの道路の混雑とかなんかも今度はコントロールできると思うんですよ。今日聞いたばかりの福祉有償運送の話ではここで止まらないところがあるので、やっぱりいろいろ街づくりっていう観点も含めて話されるんであれば、そこら辺は各各々のポジションを持ってもう一回もうちょっとちっちゃくしてコンパクトにして話し合った方が分かりやすいんではないかと思います。それと全ての団体、今は3つ団体がありますけど3つの団体とももう本当に人手が不足しています。どういう状態なのか分からないですけど、私たちがやり始めた時は利用する人がいないだろうと言われてたけど、
今回私たちがやったことによって3倍ほどに数字が膨れ上がってます。他の団体も入れると3倍どころではない数字になってます。利用人数がここら辺はなぜ今度は利用したのかって言ったらコロナだからもあるかもしれませんが、料金の問題とかさっき言われてる交通の乗りやすさとかそういう部分ももうちょっと含めてちっちゃく議論していかなければいけないことだと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。大きく議論をするということとそれから小さく問題をもう少し絞っていくと両方大事だと思います。どうもありがとうございます。他にいかがでしょうか。挙手されてください。まちづくり、あ、じゃあ同盟先生。質問させていただきます。私は一橋大学の社会学研究科というところに所属しております同盟高弘と言います。この度貴重な、講演とあとディスカッションとても、参考になり、勉強になりました。どうもありがとうございました。今回ですね、こういうふうな調査をやっぱ最終的に政策っていう形でこう、実現させていくっていうところが、目標の一つとしてあるかと思います。でこのケイパビリティアプローチっていう考え方を、どういうふうに政策の中にこうやっぱ盛り込んでいくのかって僕はすごく可能性もあるともにそれをどういうふうに評価していくのかってすごく難しさもあるんじゃないかなっていうふうに伺っていました。私専門が公園を対象にしたようなことを研究にしています。例えば公園をこういうケイパビリティの考え方みたいなもので、考えてみると先ほどの在宅なのか外出なのかっていうのに近くて公園を利用するっていうことでも楽しいことあるけど別に他にも楽しいことがあるわけですよね。だから、市民の人一人一人はいろんな楽しさを選べる中で公園も選べるっていうことが保証されている選択肢の中にきちんとあるってことがすごく大事っていうのが多分公園とケーパビリティの関係だし今回 の福祉優勝運送も同じような感じなんじゃないかと思います。ただその時にじゃあ公園がじゃあ誰からもまた選べる選択肢として可能性としてあるんだけど選ばれてない状態でガラガラだとする、それで本当に公園っていいのとかっていうことは一方で多分考え方としてはあると思うんですね。だからなんとかいっぱい使ってもらうようにしようみたいな政策として、そういうふうな政策の考え方も出てくるかと思います。そうすると自由な選択として、きちんと保障されているってことはまた別な考え方としてその政策を評価していかなくちゃいけなくなるとも思うんですね。だから今回 の選べることが保障されているってことは大事だっていうことをどれぐらいこう政策の中でこう担保というようなの大切に残しながらでも使われてないっていうことが必ずしも悪いことではないっていうように本当にこう評価してもらえるようなことにつながるのかどうかってところがすごくポイントになるのかなって思いながら聞いておりました。ありがとうございます。評価っていうのは人々の方の使う側のも含めて価値観やさまざまな社会規範が影響するのでどこまで価値観我々の考え方規範自体をこう豊かにしていけるのかという問題が一方であると思います。それとともに先ほど山瀬さんが指摘してくださったように現実に使う人たちが増えてきている時にそれをすごい現象なんだというふうに認識することも大事なんだと思います。それを見過ごして単に、3倍増えた4倍増えたそれは事業者の問題であり、当事者の問題だっていうふうにするんじゃなくそれがやはり国立市の今の何かを表してるそこを大事にしたいと思いました。はい、どうも市からもたくさん来てくださっているのでまちづくりの中道さんどうぞお願いします。
国立市のまちづくりで担当課長してます中道と申します。後藤先生から今無茶ぶりを頂戴したような気がするんですがちょっと今日先生方の話を伺っていて一番気になったのは、今回神林先生のデータの中で、障害者の方、要支援要配慮の方、それから高齢者の方って3つのカテゴリーでこう分析をされてるんですが、やはり一番気になるのはやはりその方のお住まいのエリアであるとか住環境というのがやはり達成機能に非常に大きく影響しているんじゃないかと。そういう意味でこのデータ分析というのを例えば富士見台の1丁目2丁目3丁目4丁目とかエリアごとにこう町長別に少なくともこう細かく分析して、こうやっていく予定とかもうさらにすでにされているんでしたらその辺ちょっとご教授いただきたいなと思うんですが。私の説明が あまり、きちんとしていなかったことによると思います。どうもすいませんでした。ですね、この2列目4列目6列目のこの相関関係というのは同じ人がに注目をして利用能力が変化したときに初期能が変化するかどうかっていう相関を取っています。ということは住所変わらないのでその人がどこに住んでいてもどこに住んでいてもこの 0.255 というのは変わりません。これが、この分析の一つの特徴です。で、そのどこに住んでいるのかっていうのはどこに反映されるのかというとその外この推定のですねこの計算の外で反映されます。なので例えば富士見台に住んでいる人っていうのは多分初期のは平均的に高いかもしれない、中に住んでいる人は平均的に高いかもしれないというのはあります、平均値で。けれどここで注目したいのはどこに住むかによって平均値が変わるのではなくてその人の利用能力がどれぐらい変化した時にどれだけ変わるのかっていうのがこの相関関係の一番の中心になるわけなんですね。でそこがこの調査の大きなポイントになっていきます。で難しい点はどこに住むかっていうことは自分で決めていますよね。でなので例えば外出をしたいっていうふうに思っているご家族は中に住むかもしれない、富士見台というよりはっていうことがあるとどこに住んでいるのかということと外出をどれだけするかっていうことその結果としてなんかこう達成機能が高いか大きいか小さいかっていうのが連関してしまうんですね。なのでどっちが中心で結果が出てきているのか分かんなくなってしまうと。でそれを回避するための統計的な手法がこの2列目と4列目と6列目です。こういうふうに解釈していただくとこの2列目と4列目と6列目のこの数字というのが眼見であるということの証左になると思いますのでそういうふうに理解していただくとこちらとしても幸いです。はい、ありがとうございました。地域別の平均値はまた別に出ていますのでそれはまたお見せしたいと思います。はい、他にいかがでしょうか。どこからでも最後にお使用まだハイアスの副委員長からお言葉があるんですけれどもその前に、中島さんどうですか。井形さん、あれいなくなった。はい、奈美子さんもし何でもよろしければどうですか。じゃあちょっと マイクを中島さん、今日はどうもありがとうございます。貴重な基調講演を含め皆さんのですね先生方のご意見といただきまして私は市役所のですね道路交通課長やってます中島と言います。で3年前ぐらいですかね福祉優勝運送のですね活用を増やしていこうということで一橋大学さんの方にですねご相談に行って数字的にです、ね、見える化できないかというのを相談をさせていただきました。その時にですねケーパビリティアプローチということで、ご提案をいただいたと。
で私どもは先ほどちょっと岡村先生も言いましたけども乗り物をですね、まあなんていうんですかね、まあ、こう便利なような形で使わせて、外出支援をしていったと。で、まあ、あの外出することによって生活の質を上げていこうというのが、まあ、本来私ども考えてたところだったんですけども、まあ、今日のですね、まあ、あの中身を見ますとなかなか、それだけじゃないと、家の中のですね、移動というのも、まあ、当然必要と。でそうするとですね、私どもあの交通施策でやってますので、これどうしてもあの福祉とか、まあ、子育てとかそういったところとどうしても、一緒にですねやっていかなきゃいけないというところがあってですね、で先ほどあの副市長からもありました、福祉交通支援基本方針がですここでできまして、でその中にはですね、さまざまな考え方を示しています。交通施策だけではないです。まあ、あの移動とともにですね、それを支えるサポーターの人も必要だろうというような考え方も持ってますので、これからですね、まあ、あの今日の貴重なあの体験も生かしてですね、さらに、まあ、施策の方を、深めていきたいというふうには考えておりますので、まあ、ちょっとあの質問等ではなかったんですけども、ずっとあのやってきた中でですね、感じた中です。どうもありがとうございます。ありがとうございました。あの10年以上、交通政策をやってらして、ね、岡村先生の最初のお話が面白かったんですけど、やはりあの交通っていうのは国土をどう建設するかっていう大きな使命もあるわけですよね。だからその中であの人にあの注目するという福祉の視点をどんなふうにかみ合わせていくのかというのは、実はあの先ほどご質問あったように我々のケイパビリティアプローチというのをどういうふうに施策につなげていくように少し細かくあのもう一度、細分化してみるというようなことも必要だというふうに思いました。ありがとうございます。広げるとともにあのそれを具体化するために個別化するというその両方の作業をしたいというふうに思います。はい、他に、学生さんたくさん来てくださっているので、そうですか、よし、わかりました。後でもぜひいろんなコメント等を送ってください。それでは押尾先生、前の方にいらしてください。社会科学高等研究院ハイアスの副委員長であります押尾先生です。よろしくお願いします。ご紹介いただきました押尾です。今日は本当にありがとうございました。あの、私も実は国立市民でございまして、北に住んでおります。ですからあの自分のこととしてあの皆さんのお話を拝聴しておりました。あのこのプロジェクトあの初めからリーダーシップ発揮していただいた後藤先生、それから今日、ご報告をいただいた神林先生、あのお二人とも私の同僚でございます。それから今日パネルディスカッションに参加してくださったあの方々、それからあの今日コロナ禍にもかかわらずあの現場に足を運んでいただいた方々、それから今日はウェブでもあの私たちの話を聞いていただいている多くの方々いらっしゃると伺ってますので、あのその方々に改めてお礼申し上げます。どうもありがとうございました。あの私が今所属しているのはこの社会科学高等研究院っていうなんかよくわからないところなんですけど、あのいろんな目的があるんですけど、一つの目的はもう世界で最先端の研究をしようと、ちょっと背伸びしているようなあのことなんですけども、今日まさしくあのケイパビリティっていうアマルティア・セン先生が、打ち出した非常に重要なあの、概念をですね、その理屈だけじゃなくてデータに基づいて、うん、あのいろいろ議論するっていう、まあ、他のところであんまりやってない最先端 の、 あの研究をしたっていうことで非常に重要だと思います。それが一つの狙いですね。それからもう一つはあのこの国立のキャンパスだけにとどまらなくて他の分野の研究者の方々ですね、場合によっては理系の方々のとも議論研究をする、それから研究者だけじゃなくて行政に携わっていらっしゃる方々とも
一緒に研究してまいりましょうという、そういう試みも考えております。特に最近では先ほど見える化っていうのを課長さんおっしゃいましたけど、できるだけその政策をデータに基づいて評価したり、あるいは立案するっていうふうな必要性が高まってますので、まあ、今日それからこのプロジェクトは初めから当初の段階から国立市役所の方々に全面的に協力していただいたんですけど、そういう意味でも私たちのハイアスの狙っていることにドンピシャだというふうに思います。さらに、今日のテーマで重要な論点としてモビリティ、ね、移動っていうのがありましたけど、まさしくこれコロナ禍で私たちは移動ってどういう意味を私たちの生活の中に持ってるのかっていうのを改めて感じてらっしゃる方多いと思うんですけど、そのテーマに、まあ、正面から立ち向かったということでも非常に面白い議論ができたのではないかというふうに思います。で、私たち一橋大学ではこういう取り組みをこれからも積極的に進めてまいりたいと思います。まあ、こういうことやったらいいよ、こういうことを知りたいのことを一橋 のスタッフの方々協力してもらえませんかとかですね、そういうご希望がありましたら、今日は学長もおりますけれども、ぜひ遠慮なくおっしゃっていただければ、このハイアスというところはですね、学長の直属機関でございますので、我々は学長の言うことを聞かざるを得ないということですので、ということは皆さんのニーズも反映させていただく、できるだけの努力をさせていただきます、うん、させていただきますので、遠慮なく一橋にいろいろご要望をいただければというふうに思っております。今日本当にありがとうございました。 お礼を申し上げます。お塩副委員長どうもありがとうございました。今の言葉にあったように、一橋大学の社会科学高等研究院、それから規範経済センター、これが今後どんなふうに発展していくのか、実は国立市と切り離せない形であるということを改めて今日確認しました。で、副市長どうぞ今後ともよろしくお願いします。こういう形で学問と行政、それから市民の方たちとの共同で何かができるということ自体がおそらく非常に稀有で貴重な事柄なんだろうと思います。学生さんも忙しいと思います。そういう中来てくださって本当にありがとうございました。それから、今日このために、いろいろ準備をしてくださったスタッフの方たち、それからずっと入り口で寒い中受付をしてくださった方たち、本当はここで花束贈呈っていうのをしたいんですけれども、気持ちだけになりますが本当にありがとうございました。今までこのインテリジェントホールはノーベル賞受賞者とかいろんな人たちがやってきてここで講演をしてみんなが上から眺めるっていうちょっと冷たい雰囲気のホールだったんですけれども、今日はすごくあったかい、こんな寒い日にもかかわらず梅の花も咲いていて、でそれは参加してくださった皆様の気持ちだと思います。本当に今日はありがとうございました。